皆さんこんな朝早くからありがとうございます。ちもっちんさんハートありがとうございます。ありがとう。前髪いい感じですか。でもどうやろう、なんか癖ついとってあんまり上手にできんかったから、まあ綺麗にしてからねやりたいと思います。なんか私ネームビーさんの山本美香奈さんがすごい好きなんですよ。そしたら昨日復帰されて、活動をねお休みされてたんですけど、もうすっごい嬉しくて、もう超ニコニコです。で新しくね投稿されてたんですけど、もう本当にお顔が美しくて、もう 4度見くらいしました。昨日のアンカム見ちゃった。やだ恥ずかしいから見ないでよ。大阪元朝さんタコありがとうございます。マジで復帰したの。そうなんですよ、すっごい本当にすっごい可愛くて、トレンド入りしてて昨日それで知ったんですけど、私ももうすごい本当にすごい、もうただ一ファンとしてもちょっと嬉しくて、ちょっと昨日ニヤニヤしちゃいましたね、それ見て。それファンの方が昔ねあげてらっしゃった写真とかを載せてたんですけど、改めて見ても顔めちゃくちゃ美しいなと思って、もう絶句。猫キャットさんタコありがとうございます。本当にね美しい、もう本当にびっくり。そう、なんかね私は結構その時期にこの方が好きだなっていう風に思った人に、なんかこうちょっと無意識に寄っていっちゃう節があるんですけど、またね私は前髪を伸ばしたくなりましたね。本当に綺麗。なんかこんな素敵な方が世界にいるんだなと思わされますね。そうなんですよ、やっぱお顔がね可愛い方はもうやばみですね。待って、かゆいかゆい。猫キャットさんハートありがとうございます。今日寝坊さんで2週しかできなくて申し訳ない。いいんです、でも全然無理しないでください、ほんまに。もうね皆さんはご自身のことを大事にしてください。ぜひおはよう研究生推しじゃないけど FF さんとかが宣伝したか来てみた。嬉しい、ありがとうございます。初めて来てくださったんだ、ありがとうございます。嬉しい、宣伝してくださった方もありがとう。ビバップ団長さんだるまありがとうございます。チモッティさんハートありがとうございます。他には好きなアイドルさん見るときに最初はどこに目が行きますか。私は目フェチ、何ですか、目がすごい好きなんですよ人の、だからまず目を見ちゃいますね。おにぎり村長さんハートありがとうございます。ビバップ団長さんハートありがとうございます。そう、私は目ですかね、もう本当に人のまず目を見ちゃいます。カラコンをしてる方はまずカラコン、何のカラコンを使ってるのかなと思ってみますね。なんかリミカの画像とか見るときは、まあ、最初にまずちょっと目を見させてもらって一旦ね。ほとんどそうかな、目くらい見ないと逆にないかもしんない。でそれくらいすごいね目が好きなんです。アイメイクもすごい好きだし、なんだろう、やっぱ目がねちょっとこの方目が好きだなと思ってお顔が好きになることもすごい多いから、目ですかね。みんな逆にどこ見ますか、最初の顔の。
そういう観点で言うと私のちょっと今日の目はとてもね調子が悪いですね。猫キャットさんハートありがとうございます。なんかタヌキみたいな顔してます今日は。そう垂れ目なんですよね。なんか垂れ目でどっちかって丸いんですよ目が。私は割とこう横長の目が好きなのでピエンピエンって感じです。すごい頑張ってね、めちゃ頑張ってね。いつまであるのかな、8月1日までです。すごいありがとうございます。猫キャットさんハートありがとうございます。変わったら目かな。お、一緒ですね。私はやっぱね最初に顔見ちゃいますね、全身写真でも。ちょっと顔まず見ちゃう。てれ、まあ、正直で申し訳ない正直で申し訳ないけど、まあまずちょっとお顔は見ちゃいますね。だってさすごい綺麗なさお顔だからさ、基本全員まずやっぱね、眉毛見ちゃう。眉毛やばい、絶対新しいタイプなんだけど。それは初めて聞きました。でも誰だっけ、誰かもなんかすごい眉毛が綺麗かどうかをすごい重要視してる人いましたね。超ウケる、眉毛はやばい。ちなみに誰の眉毛が好きですか、じゃあ5期生だったら。と佐藤久夫さんハートありがとうございます。大阪のターさんさんもハートありがとうございます。春海さんもハートありがとうございます。吉坊さんもハートいっぱいありがとうございます。OK かなね、ありがとうございます。本当に皆さんどうもどうも。何がダメなんだろう、前髪かな、今日短いのかもね。同期生の前はそこまでまちまち見たことないウケる眉毛サロンで働いたら絶対さ転職じゃない、転職じゃない、絶対幸せになれるよ、ね、だってずっとさ人の眉毛見て美しく変えれるわけだから眉毛を眉毛サロン今ちょっと私転職考えてますと思ったらちょっと眉毛サロンおすすめしときますね。マジで眉毛は私は何だろう、あんまりかも。でもついあのメイクとかがこの方のメイクめっちゃ好きやなっていう方のパーツを全部見るから、まあその時に眉毛も見るけど、まず最初に眉毛は見ないね私は。やっぱり目を見ちゃいますね。あとはなんかリップの色とかそう、そういうのを見てしまいます。やっぱなんかお化粧を見ちゃう感じ、イメージで言うと。私すごいお化粧が好きなんですよ、めっちゃ人のお化粧してるとこみんなも好きだし、だからかな。猫キャットさん欲しい、ありがとうございます。お化粧はねなんかいろんなさパターンというか種類というかそういうのがあってさ、いいですよね。私はオレンジ系のねお化粧をすごく好きなんですけど、見る分にはめっちゃ好きなんですけど、お年がやるとねなんかすっごい、ね、似合わなくて困ってるところですね。オレンジの中にも似合う色があると思うんですけど、まだねその色と出会えてないというか、そういうところが困ってるところですね。なんか机が汚れちゃった大阪のターサさん星ありがとうございます。私はそうですね、ピンクか茶色使うことが多いです。なんかね似合うというかしっくりくるんですよね。
でもオレンジがすごい好きだからオレンジがいいんだけどね。困ってます。どういう色がいいのかな、派手なみたいな。そう、今日公演だったっけ。そうですよ、今日はね、いぶきの生誕祭です。拍手でしかない。ぶーちゃんお誕生日おめでとうなんだよね。昨日のあの夜にブー子にお誕生日何がいいって聞いたんですよ。したらご飯をね食べに行きたいってことだったので、今度ご飯食べたいと思います、二人で。ルイスさんハートありがとうございます。ブーちゃん誕生日おめおめおめ、すごい嬉しいですね。やっぱ同期の生誕祭に出させてもらえるのはめっちゃ嬉しいから、すごいね、決まった時から嬉しくて。そうなんですよ、私はすごい楽しみにしたんですけど、やっと来てくれましたね今日が。ルイスさんハートありがとうございます。だるまもありがとうございます。女性フェムご飯ならおしゃれな感じかな。おしゃれな人もいると思うけど、普通に女性男性関係なく2人のご飯って基本おしゃれじゃなくない？普通じゃない？どうなんだろう。猫キャットさんもハートありがとうございます。何食べんだろうね。私いぶきと何でも食べたことあると思う。ラーメンとかも食べるし、別にうちらそんないつもいつもフレンチとか食べてるわけじゃないですよ。あーうち、そうだからね、楽しみですね。これからたくさん同期のね生誕祭に出れるように頑張りたいですね。ファイオファイオ、コオロギさん星ありがとうございます。ルイスさんタコありがとうございます。そう、まあ、何を食べたいのかいぶきに言いますけど、なぜ皆さんがそのおしゃれ思考なのかをちょっと謎です。だってさ、言うて大学生と高校生よ、ご飯食べに行くの。その突然コース料理なんか食べるわけないやろ、いくら誕生日とはいえ。すごいすごいよ、それはそれで普通ご飯ですよ。やめてください、ちょっとハードル上げるの。ゆずきがさ、なんかファンの人がそうしてたよとか言ったらちょっと気まずいじゃないですか。で、私がすごいラーメンとか食べたらやめてください、ちょっとハードル上げるのは。レイスさんタコありがとうございます。リトルさんもタコありがとうございます。今日ゆぶきちゃん生誕祭入ります、楽しみですね。おー、こんにちは。また後で会いましょう。タンプレは何がか、そう、タンプレを何がいいって聞いたらご飯だったんですよね。だからご飯です。ラーメン行くイメージないですね。どういうイメージ持たれてる、恥ずかしい。全然ラーメン大好き。まあでも確かに最近は行ってないけど、ラーメンは大好きですね。超美味しい。ラビューって感じ。生誕祭行きますね。ちなみに今日は自分の誕生日。おめでとうございます、お誕生日。眉毛の曲がる方向と、前髪の曲がる方向と眉毛が一体化する。私も、なるほどね、ここにね眉毛があるってことね。やった、褒めてくれました、ありがとうございます。ひろたんさんだるま、ありがとうございます。姉ちゃんとちゃんとじゃんけんしてね。今日はもうねねさんの方を見ながら踊ります。そこはもう全部、昨日ね自主練した時ももうずっと左見てました。もうガンミねねさん絶対にねねさんとじゃんけんをするという強い意志で言ってましたね。はい、他にはラーメン大好きよね。ラーメン大好きなんかな。大好きと言っていいほどラーメンを食べてない気もする。好きですね普通に。でもめっちゃなんか、私ラーメン大好きでって言えるくらい食べてるかって言われたらそうじゃないかもしれないなっていう感じ。だってここ半年くらい食べてないもんな。お、40日です。4ゼロ、ありがとうございます。40日、拍手、皆さんのおかげです、ありがとうございます。ルイスさんハート
ありがとうございます。皆さんどうもありがとうございます。パチ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 、嬉しい、みんなのおかげです。大阪のターサンさん、ハートありがとうございます。さっき乳液を塗ったんですけど、絶対塗りすぎてすごい顔に毛がつく、髪の毛が保湿のしすぎ。そうね、皆さんありがとうございます。パチ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 、イエーイ。ルイスさん、ありがくまです、ありがとうございます。パンナコッタさん、だるま、ありがとうございます。そうですね、とっても前髪っていうか横毛がつきますね。横毛つか、これがつきます。やだーね。いやー、ほんとにあっという間ですね。何十日も、すごい、なんか今日はすごい眠たいですね、いつにも増して。でもなんかね、だんだんこの早起きに慣れてきたのか、すごいちゃんとこうすっきり起きれるようになってきて、だんだんとね、私がすって、あ、時間やっつって起きて、で何時何分が捨て星ですみたいなツイートをして、これはでも昨日の夜書いてるんですよ。朝起きてこの文字を書けるほどはっきり起きれないだろうなと思って、これをね、昨日の夜書いて寝てたんですけど、下書きしてね、その下書きからこれを選んで押して、してもう一回二度寝するっていうことができるようになってきました。もう慣れてきちゃいましたね。レイスさん、ハートありがとうございます。だからこのイベントが終わってもなんか5時半とかに目が覚めちゃうんじゃないかなと思って、そうなんていうの、目が覚めちゃうんじゃないかなってちょっと不安でした。私はどうなるんだろう。やだよね、絶対寝てたくない、朝なんて何もないんだったらさ。でもわかんないですね。ルースさん、ハートありがとうございます。そう、それでさ、なんていうんだっけ、激ハズの期間も、その別にそんなね、激恥期間はめっちゃ早起きしたわけじゃないんですけど、なんて言うんだろう、いつも稽古やってる時間に間違えてというか寝ぼけて、すごい寝起きで、なんて言うんだろうな、パソコンの前に座っちゃうこととかがすごいよくあったんですよ。でパソコンを開きながら目が覚めるみたいなことがよくあったから、私もなんか寝ぼけて配信とかしちゃうんじゃないかなと思ってすごい不安です。自分がちょっと信用できないというかそう、絶対私にはちゃんとしっかり目を覚ますまで寝ててほしいですね、8月2日以降の私へ。猫キャットさん、だるま、ありがとうございます。なんか毎晩明日起きれるかどうかが心配で、すごいなんかこう眠る前に、え、私明日って起きれるのかなって思ってすっごい不安になるんですよ。でそれで怖くなって、ね、眠れないんですけど、いつももうとはいえでも絶対起きてるから、普通にね、明日は昼まで寝ようと思ってこうやって寝たのに、はって目が覚めたら5時だったとかなったら、ちょっとテンションがね下がっちゃいます。私はどうなのかなって、寝ぼけ配信行きたい、あー絶対ですね。猫キャットさん、だるま、ありがとうございます。大阪のターサンさん、ハートありがとうございます。猫キャットさんもハートありがとうございます。そう、ごめん今日2週しかできなかった、招待行ってきます。全然いいです、行ってらっしゃい、頑張ってください。そう、絶対に嫌なんで
じゅんじゅんじゅんさん星ありがとうございます。猫キャットさんもハートありがとうございます。自分汗弱いから朝配信してくれたら毎日起きれるかも。私が朝配信しなくても絶対朝起きてくださいそれはもうそれを絶対頑張って起きてください。私もね朝は弱いっていうか、うん、夜型なんですよね。そうでも絶対朝はねあのブサイクなんで配信はできればねしたくないですね。朝にはしたくない、夜にしたいですね。あとやっぱテンションがさ朝はさやっぱどう頑張っても低いじゃないですか。起きたばっかだし、私だって起きたばっかからさあのテンション0100の100に一気にバーンっていくわけでもないから、うん、ちょっととりあえず言っとくとあの台は伝えてください。私は朝配信はもうこうバチバチにしたくなります、絶対予言。ミワップ団長さんだるまありがとうございます。はい、おはよう、あはじめまして、おはようございます。深夜2時くらいのテンションの配信見てみたい。でも深夜2時も2パターンあるんですよ。でも本当に眠くて無言の深夜2時とテンションがおかしい深夜2時があるから、テンションおかしい時はねやばいよ。私は本当に自分でも怖いなと思う。ジモッティさんハートありがとうございます。そうまあでもね普通に自分のさ一番のベストのコンディションでさみんなとさお話ししたいじゃないですか。なんかすごいテンション低い田舎でさなんかみんなとさショールームしてもさみんなもさなんかあちょっと今日はテンション低いなって思っちゃうしさ、私もあなんか私今日テンション低いなと思ってもっとさテンション低くなっちゃうしさ、だからそれはしたくないし、テンションがおかしいのもそんなね私のあのプライベートのもう真髄みたいなところを見せるのも恥ずかしいから、しかも深夜2時を配信できないから皆さんが見ることはないと思います。オールスター朝配信したらどんなテンションになるんだろう。あオールスター朝は普通にテンション低いです。基本眠いんでやっぱそこはもう自然に眠いからテンションは低いというか普通ですね。皆さんねちょっとおかしいの期待しちゃうのかもしれないですけど、失礼します、絶対に見せないと思います。まあでもテンション高いよね普通に夜も。私コオロギさん星ありがとうございます。そうだから皆さんの、その望みには応えられませんがどんな感じなのかなとちょっと考えるのは50ですけど、ちょっと正解を見せることはないと思います。インスタライブやろう、やんないその夜やっちゃダメなんだって、12時までなの、怒られるんですよそう過ぎるとね。リモッティさんハートありがとうございます。なんかすごいイベント期間はスタッフの方も優しいからあんまりね怒んないでくださいますけど、それでも多分20分とか遅れたら怒られると思う。てかなんか嫌だよね、なんかすごい私多分ねちょっとね堅苦しい部分があるんですよ。だからちょっとならルール破ってもよくないみたいなのをなんか許せないんだよね。どうしてもどうしてもちょっと無理だったって時以外は絶対に私はルールの中にいたくて、あのさソクラテスってわかりますか、哲学者のその人が何が正しいか正しい生き方っていうのがわからないからあの法に従うっていう、法に従うことがひとまず一番正しい生き方だみたいなことを言ってて、それが法の遵守っていうんですけど、私はその考えにすごく似てるので、私は自分で何が正しいかっていうのは絶対わかんないからまずあの言われた通りに生きるっていうのを決めてますね。だから私はルール破ってる人見るとなんかあすごいなって思っちゃう、ちょっと受けみたいな。ジモッティさんハートありがとうございます。楽屋の中にも見たいよ。楽屋の私は絶対見れないじゃないですか、みんなが楽屋入らないからね。そうルール守るのって当たり前だけどさ、なんか守んない人もまあ世界にいるじゃないですか。そう守んない人がいるからルールができるわけだし。くじまりさんハートありがとうございます。そうちょっとこの私はルール守らない人のおかげで私がもっと辛くなるわけですね、うん、正直者がねバカを見る世界なんですよ世界って。でもなんか正直でいたいじゃないですか、それでもなんか悔しいしそこで折れたら
私もそのダメな子たちの中に入りたくないからねっていう風に思っちゃうから私は結構ちゃんとルールを守っちゃうし、守ってない人見るとうわーって思っちゃうタイプですね。トヨ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 さん、ハートありがとうございます。はい、ランキングをそろそろ読もうと思います。そうと13位 DD 新井さんありがとうございます。12位トリッピーさんありがとうございます。11位煙突さんありがとうございます。10位あつきさんありがとうございます。9位佐藤久夫さんありがとうございます。8位コオロギさんありがとうございます。7位はるかいさんありがとうございます。6位おにぎり村長さんありがとうございます。5位リドルさんありがとうございます。4位よしぼうさんありがとうございます。3位ルイスさんありがとうございます。2位ネコキャットさんありがとうございます。1位が大阪のターさんさんです。ありがとうございます。アイドル業界そうかもね。え世界的じゃない？別にアイドルだから正直な人がダメってわけじゃないと思う。私は日常生活でもそう思う。普通に赤信号を渡ったりする人もいるし、なんかいくらでもズルしようと思えばできる世界じゃないですか。別に業界とかじゃなくて、もうこの世界自体が抜け道はいくらでもあるし、でもその中でやりたくないなっていう変なちょっとプライドがあるんだよね。なんだろう、私的にはそんなルール守りたくないんだったらルール変えに行けばいいのにって思うタイプですねそうやって行動してるんだったらなんかまだわかるけど、なんかお家でねブツブツ言ってる人に見るとえーって思っちゃう。なんかしないわってやばい、矢がすごい上手にかけた。今日のこの枠の上位3人の方はこの方たちです。ありがとうございました。矢が上手に吹けました。やったありがとうございました。普通ですね。まあその普通ができない人が多いよねっていうお話でしたっていう話のつもりだったんだけど、ちょっと伝わりにくかったかな。私は別に自分がすごいとは思わないですよ。私は決められたことしかやってないし。はい、皆さんありがとうございます。またね、おやすみ。もう二度寝する気満々やん。でも本当に皆さんもね、たくさん寝てください。今の時期はね、暑いし熱中症とかね、夏バテとかもあるから、元気にねいてくださいね。皆さん変わった順位今。あ、でもダメだ、時間があれだ。じゃ皆さん次は9時半にお会いしましょう。バイバイ。何を言っとるんだね君は。10時まで。次は12時半。12時半から。え、ちょっとテロップかけない、やめます。部長失礼しました。テロップかけないで、テロップはっていうコメントが来たらかけないみたいですってコメントしてあげてください。やっぱ不調なんだね私のやつってすいません、ちょっとテロップが OK を押しても出てこないので、テロップはみたいなことを聞かれたら教えてあげてください。この枠は10時までです。よろしくです。なんか落ち着かないな、テロップないと。私としてもしかしないから、できないものはできない、これはしょうがないのです。相変わらずさんもそのご機嫌斜めねえ。やっぱちょっと調子悪いんですかねこの子も。もう3年選手ですから、しょうがないと言ったらしょうがないですけど、悲しいですね。でも私は HKT にいる間はこの端末から配信をしたいので、もうちょっと頑張ってもらわないとちょっと困りますね。カニャの顔は好調。そうか、そんなこともないと思うぞそんなこともないと思うぞ。
ともないぜよ。はじめまして、ありがとうございます。ごめん、かよいやー、今日はですね、ブーコの生誕祭なので、ブーコのじゃないや制服の目にね、出演させていただくんですけど、そのね、復習などをしていました。ちょっと眠たいですね。寝ればよかったと思ってます。まあ私は休みの日は普通に2時とかまで寝てるタイプの人間なんで、そもそも9時半にね起きてることの方が正直少ないと思います。9時半は私が多分一番気持ちよくすやすやスカスカ寝てる時期だと思うので、私が9時半に起きているということ自体が割と珍しいことなんですけど、だからか分かりませんが、なんか今自分が寝てんのか起きてんのかがちょっとだんだんと分からなくなってきてますね。これはね、眠たいですね。制服の目2回目だもんね。そうなんですよ、実はね、私まだ2回目で、いやちょっと緊張しますよね。ドキドキです、すごく。仕事から帰ってきました。お疲れ様です。休んでください、たくさん。すごい、そんなね、一番疲れている時期だろうに配信に来てくれてありがとうございます。大阪のターさんさん、タコありがとうございます。ニコラさん、タコありがとうございますね。私も今これが夢の中なんじゃないかって思う時はめっちゃあります。今日は何の夢を見たんだろう、もうそれもちょっと覚えてないですけど、まあ私は基本寝てる時はなんか睡眠が短ければ短いほど私は夢を見るタイプなんで、今日の夜も夢は見たはずなんですけど、何の夢だったかな、別にいい夢ではなかったことだけ覚えてますうん、なんかね、まあ、基本悪夢を見るので、私は今日も何らかの悪夢を見て起きたんじゃないかなと思います。ですね、なんで私ばっかり悪夢を見るのかという疑問はあるんですけど、まあしょうがないなと思って、悪夢もねちょっと楽しませてもらって。でもなんか私、理不尽な悪夢は見ないんですよ。なんかずっと岩が落ちてくるとか、そういうのはあんま見なくて、ストーリー性のある悪夢なんで、私は悪夢もねなんかおもろい映画だと思ってやってますけど、普通に考えて夢の中だとはいえ、私が痛い目を見るのはちょっと嫌ですね、普通に。みんなは夢見ますか？どうなんだろう。私はね、結構ちゃんとした夢を見て、悪夢を見て、はあ、今日も悪夢やったなと思って起きることがほとんどですね。悲しい。絶対悪夢じゃない夢そろそろ見させてもらいたい。今多分全人類がそれなって思ってると思うんですけど、あきちゃんにサイバー攻撃される夢見たことある？いくらなんでもおもろい、それはそれはやばい。どういう状況？めっちゃおもろいんだけど、さすがにやばい、めっちゃおもろいわ、それはさすがに最高。どういうことなんだろうね、なんでで、マキさんはなんかちょっとできそうだよね。トシキさん、ハートありがとうございます。ニコラさんもハートありがとうございます。ちょっとできそうなのがおもろいな。すごい、まさやめならないこと祈っておきますね。ちゃんと大丈夫ですよ。夢って言ったら正夢になるんだっけ、言ったら夢が正夢にならないんだっけ。どっちだったっけ、言ったら夢は変わるんだったっけな、どっちだったか忘れちゃったけどって言いますよね。でも私はなんか言いたくないタイプです。なんか言ったらなんか恥ずかしいじゃないですか。なんか夢って記憶整理の場みたいなこと言うじゃないですか。だから
ちょっと恥ずかしい、なんか私そんなね、なんかダークヒーローみたいなこと考えてるのって思われたくないからHKT をめでる海さん、だるま、ありがとうございます。同じ悪夢続きを3回見たことある。私もあるよ、なんかなんだろう、同じタイプの悪夢、この悪夢定番なんだよなって悪夢ある。わかるわかる、もう展開読めてるからさ、別に怖くもないんだよね、ただすごい嫌な気持ちになるだけみたいな。起きてうわまたあの夢だって、あるある、嫌だよねあれ。なんかせめてさ違う種類が良くない？100歩譲って、100歩譲って違う種類でお願いしますねって感じよね。今夢日記見返したら村上若菜ちゃんと握手してリンされるという嫌なやつありました。おお、それはいいですね、とってもとっても素敵なやつ、イエーイそう、私みんなの夢に登場してるのちょっと恥ずかしいな、さすがに。ちょっとフィルターつけといてくださいね、小顔効果つけといてください、よろしくお願いします。みんなの夢の中では悪夢にバリエーション求めるのはやけど、やっぱちょっと同じやつは嫌だよね、なんかループきつい、心が嫌だ。私一日に何回も見ることもあるんですよ、同じ夢を。あれは本当にね、もうなんか寝たくなくなるからやめてほしい。寝ててさ同じ夢ばっか見ててさ、えってなる。これね、私もう寝ても同じ夢見るやんと思って、あれは嫌ですね。いくらでジモッティさんハートありがとうございます。あのフケみたいなフィルターかけときます。何フケみたいなやつって、キラキラってことかな。まあいいですけどね、それでもあのふわふわしたフィルターにしてください。ついでに天使の羽をつけといてください、よろしくお願いします。記憶を改造させていきたい。よろしくお願いしますね、皆さん。夢の中ではちゃんと補正かけといてください。かけまくりでよろしくです。もうなんかさ、夢か現実か分かんなくて、いい夢だったのにこれが現実だと思ったら夢だったってこととかあるじゃないですか。あれきついな、私は。すごいやだ、だってなんか悲しいから。だったら私はまだ悪夢見てる方がマシだから、別にそんなきつくないのかもしれない。あ、思い出した、今日の夢は劇場にいたんですけど、なんかみんなで公演をしたんですよ。で終わったらなんかみんなで集められて劇場に、重大発表があるからって言われて、何と思って、すごいいいとこで CM みたいに切れました。私の横にはひじりがいて、ひじりと一緒に、え、めっちゃ怖くないみたいな、普通に言ってくれればいいやんねみたいなことを言いながら、そう、別にファンの人とかもいなくてうちらしかいないのに、なんかすごい動画みたいな、よくあるさ、なんか特報みたいな夢の動画が出てきて、ひじりと別に普通に今口で言ってくれればええやんって言いながら特報まで見た時に起きました。そんなさ、めっちゃうまい夢見ないでほしくないそう、怖くて。ひじりはちょっと髪の毛が伸び出てなんか巻いてたから、これちょっと未来の話かもしれん ね。私よりもちょっと短いから昔のひじりくらいの髪の毛の長さでしたね。で私はずっとそのひじりの髪の毛の巻きの一束をずっと持って、こうやってくる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 触りながら見てました。絶対真面目に見てほしいんだけど、すごいひじりの髪の毛をくるくるさせながらその特報の動画を見てましたね。ジモッティさん、だるま、ありがとうございます。じゃあ、きっといいお知らせ、どんなんだろうね、何だったのかちょっとすっごい気になる。何だったんだろう、何のお知らせだったのかは分かんないんですけど、そういう夢を見ましたね。思い出せてよかった。起きた時にこれおもろいなと思ったんですよ。そんな夢見ないじゃないですか普通ね。
お母さんさんハートありがとうございます。いやーおもろいおもろい、夢ってほんまにおもろいな。なんどういう仕組みなんですかね夢って。記憶の整理なのか願望なのか、それとも別に全然関係ないのか気になりますね夢って。ドキドキ。夢占いしてみようかな。それの私夢占いはね、あのいいことしか信じないんですよ。悪い意味だったら信じないし、それからすごい悲劇のヒロインぶります。突然ほら私やっぱ最近ちょっと大変なんだよみたいなことを言いますね。なんだろう、秘密の夢？秘密を打ち明けられる夢かな。なんだろう、なんて言えばいいんだろう、どういう枠組みなのかなそれって。カミングアウトされる？わかんない、じゃ仕組みがわかんないや。重大発表大阪のターさんさんハートありがとうございます。ヘタッピさんタコありがとうございます。歯がポロポロ取れる夢見るときはストレス溜まってるらしい。やだそんな怖い夢見たくないんだが。夢の分離難しい。本当にそれな、だから私夢占いできないんですよ。遺跡の夢の意味11世どういうことよ。なんだろう、夢占いを調べる夢だって。打ち明けられる夢かなと。あ、告白じゃないんですよね、それじゃないんですよね。難しい、全然分からんし。ヘタッピさんハート、タコさんもありがとうございます。会社の機密を厳守する夢だって。これちょっとウケるね。分かんない、どれだろう。秘密を打ち明けられる夢かな秘密を打ち明けられる夢には認めてもらいたいという気持ちを意味しています恥ずかしい。打ち明けているのは自分自身ということを表しています。周りの人にもっと自分を分かってもらいたいと思っています。周りから信頼されたための努力をしているようです。前向きな姿勢で人間関係も良くなっていきます。秘密を打ち明けられる夢を見たら素直な自分でいるようにしましょう。恥ずかしいんだけど、やだ、何これ恥ずかしい。認めてもらいたいんですかね私は。恥ずかしいんだけどなんかちょっとリアルで恥ずかしい。やだ認めてあげてください面白い。夢占いはね面白いんですよ。基本恥ずかしいことしか書いてないからさ。そう、恥ずかしいですとってもやだね、なんかちょっとリアルで嫌じゃない。恥ずかしい、やだやだ面白かった。やっぱ夢占いはおもろいですね。ちょっと思えてたら今度から参りましょう。はずいはずい、ほんまにはずいわ。皆さんもね、ぜひ夢占いをして、こんな内容だってやってチェックしてください。これちょっと聞きたいな、みんなの分も。ちょっと後でさ、教えてください、ぜひ。これ
れこれ若菜ちゃんのこと認めて3年ほどになるから安心してほしい。やった、それはちょっと嬉しいわそれは嬉しい。やばい、面白いですね。皆さんの覚えてるなら今日見て目の夢占いをしてぜひツイートしてください。私のなんかで配信来てない人もいるからメールで聞こうかなって。じゃあメールのタグでぜひ教えてください、皆さんの本日の夢占い。人魚戦いのお見送りで見つけたから自信持ったし、それはすごいよ、影だったもんだってさ本編出てないからさ、なんかあそこでさありがとうなんかちょっと言うのも恥ずかしくてさ、すごいみんなで固まってたからね。それは普通にすごいや。お見送りはやばいね。お出迎えならまだすごい、まだわかるけど。コオロギさん星ありがとうございます。博多のお見送り美容すぎたもん。ほんまそれなあやんあやんみたいな、おおおおおみたいな感じだったよ。いやさすがにそれはほんまそれなしか言えない。博多の見送りわかんないんなかった。うっそ、私お見送りなかった日ないよ。多分それね、あの誰かの後ろにいたと思うそれか、いや握手会の前日か、握手会の前日はもしかしたら、いや違う、したんよ。お見送りも見送りまでして行ったの。その日ちょっとね多忙ですごい売れっ子タレントみたいなことしちゃってて、ちょっと恥ずかしかったですね。移動する車の中でご飯食べました。これはちょっと売れっ子っぽいエピソードですね。そう、忙しかったので一番最後と一番最初のスケジュールがこう絶妙にマッチして、ほぼ不可能なね時間で行かなきゃいけなかったから、移動する車の中で夜ご飯を食べ、睡眠時間普通に2時間とかで行きましたね。あれちょっと私の面白かった過去ですかね。アマルさんが車の中でもつ鍋を食べようとしたという事件。いや食べたんだっけな、結局食べてた気がする。私はくるみと一緒にくるみの隣だったんですけど、確かなんか牛乳みたいのを買ってこれ飲むんだ今ハマってるなみたいなこと言って、あのなんかホルダーに入れた瞬間に寝て、あのあって起きたらもうついてたっていう結構盛り上がったらしいんですけど、私だけも爆睡してて、これ面白いですね。その日だけちょっと忙しかったですね。みんなやばいものをさ、その移動してる中で食べてたから、私もねナポリタン買ったんだったかな、もう臭かったと思いますよ多分。申し訳ないですね、普通にナポリタンがなんか買って牛乳をホルダーへ入れた瞬間に寝ました。そっ、うん、ついたってなってましたね。本当に寝るの早いの私、車の中で2秒で寝ちゃうから恥ずかしいですね。昔は結構名前順で移動することも多かったから、リミカが横だったんですけど、リミカの横で寝ると間違いなく写真を撮られるんですよ。そう、ブサイクな写真をね撮られるので、もうさすがに消したかなデータは。そう、あれはねすごい何かあるたびに見せられるんですけど、もういい加減消してほしいと思って早2年ほど経ちましたが、もういい加減消してる頃じゃないかなと思います。そう、あのでも弱み、リミカにね写真を撮られたらもう一生弱みだと思った方がいいですねリミカの横で寝るのは皆さん気をつけた方がいいです。あとは結構いっぱい動画があるんですけど、うちらの中には新幹線でなんかみんな隣の席がメンバーなのに一人だけ知らない人と隣であの悲しそうにしてるはるちゃんの顔とかも好きです。そう、みんなメンバーとなのになんでか分かんないけどはるちゃんだけ知らないね方の隣でなんでっていう顔をしてるあのはるちゃんの写真も好き。リミカのプロドお宝がいっぱい、まあ、お宝の写真もあるだろうけど、私の写真はあれはもうゴミだね、ゴミそう、
マジで、あのはるちゃんはね面白かったですね。もうみんなで本当に大爆笑したかったんだけど、やっぱ公共の場だから笑えないから、もうすっごい笑いこらえたんだけど、めっちゃ面白くて、いやなんで最年少が知らない人の隣なんだろうと思って、普通に考えてさ、そこはさちょっと大人のメンバーがさ隣、知らない人の隣に座るかマネージャーさんが座るじゃないですか。いや分かんない、なんでか分かんないけどマネージャーさんうちらのチームの方にいたんですよなんでと思って、だってねえマネージャーさんがそのちょっと離れたところに座りゃいいのにそれか大人のメンバーがさそっち行けばいいじゃん。なのにさ当時小学6年生か中学1年生だったはるちゃんがそこに座ってさ、なんでこの割り振りなんみたいな、すっごい面白かったですね。そう超ウケ、マジで面白かった。その時はおもろいよな、本当に謎でさ、で私もその時もう2秒で寝ました、スカッて一瞬、一瞬で爆睡しましたね、その日も。だしやっぱね、こういう面白い話っていうのはねキリがないんですよ。私多分記憶力が結構高い結構あるから覚えちゃってるんですよね全部、恐ろしいことに記憶がねめっちゃあるんですよ。そういえばあの頃はこうやったなみたいなのが全部ね覚えてるから、一個思い出したら荷物の先にめっちゃ覚え出しちゃう、汗。そうでもね、あの秘密にしときたいんですよ、いつかの誰かが卒業するときにまとめて全部言いたいから、やりくりしていかなきゃダメですねエピソードは。なんかね誰かが卒業するときとかに写真とかがあって、あのこういうことがあったんですとか言ったら面白いから撮っといてます。それまででも誰も卒業してほしくないから、そのねエピソード一緒お蔵入りですかね。チャッピーさんタコありがとうございます。そうなんよ、めっちゃマジで面白い、仲のいい友達っていう感じ。昔は特にとしきさんだるまありがとうございます。そうなんだろうね、なんか仲良しの友達同士でたくさん旅行に行ってたみたいな感じかな昔は。だからその旅行っていうか移動の手段の中が面白いんですやっぱり。そうはるちゃんがいちごミルク飛行機でこぼしたり、私が飛行機のロビーで炭酸ぶちまけたり、あの本当にねすごいえみたいなことをたくさんしてきてから私たちはやばいよね。炭酸がね空港のロビーで出た理由は分かんないんだよね、降ってないからえっと思った、本当にただひたすらえってなったよね、焦る普通に。でも全部私にかかったからまだ別にいいんだけど、すごいね気持ち悪かったです、ずっとお腹のあたりずっとびちゃびちゃだった、ビーン、手もベタベタでさやだよね本当に。炭酸はねマジで絶対にこぼさない方がいいんだけど、でも炭酸ってさプシュってなるからさこぼれやすいというか吹き出しやすいじゃないですか。これはね気をつけなきゃいかんことなんですよね、ほんまに。炭酸はね手が本当にベタベタになって、手がベタベタになるのが一番嫌なの私は、だからね嫌なんですよ。今日ワクチン熱で仕事お休みして、ああえ大丈夫ですか、私ねまだなんだけど、超きつそう、頑張ってください。友達もねすっごい辛いって言ってました。すごい頑張れ、お休みするのも仕方ないよ、ワイなら慣れて帰りますなら、いや仕事なんよやばくない、会社の人にさ私ちょっとこぼして慣れたから帰ります意味わからんってなる、めっちゃ怒られる私それしたらきっと。よしぼうさんハートありがとうございます。なんか私さいつも気早いけどそろそろでいい気がする、57分くらいからランキングも間に合う気がする、読みます。でもランキング絶対変わるよね。13よしぼうさんありがとうございます。12としきさんありがとうございます。
11位しんさんありがとうございます。10位大さんありがとうございます。9位和田さんありがとうございます。8位ぼーちゃんさんありがとうございます。7位ミニさんありがとうございます。6位あつきさんありがとうございます。5位ジモッティさんありがとうございます。4位ヘタッピさんありがとうございます。3位チャッピーさんありがとうございます。2位ニコラスさんありがとうございます。1位が大阪のターソンさんです。ありがとうございます。ランキング上位の方を書きます。一つだけいいですか。私の今の気持ち、めっちゃ朝マックが食べたいです。これは昨日の夜からずっと考えてて、でも夜って朝マックやってないじゃないですか。だから絶対に朝食べなきゃいけないんですよ。もう本当に朝マックが食べたい。朝マック朝マック朝マックと思って、本当はあの時にね、朝配信のあたりに食べようかなと思ったんだけど、忘れてて。朝マック食べたい。変わったよ。でもちょっと時間ないからこれで行かせてもらいたい。ちょっと一旦ここで書かせて。はい、さっきの状態のランキング、この方たちでした。ありがとうございます。ありがとうございます。あうちありがとうございます。もう書けなくはないからちょっと書きますね。これはさっきの、これ私嫌なんだよね。絶対時間的にさ、多分何分かに1回みたいな入れ替わりがさ、ダメだ。でも時間が絶対ないから無理だ。ちょっと3位ニコラスさん、2位ヨシボウさん、1位大阪のターサさん、ありがとうございます。すいません、ちょっとこればっかりは治らない気がする。一生このタイミングで変わっちゃうんだね。ちょっと無理ピです。これはすいません。じゃあ次は12時半から配信します。ぜひまた来てください。皆さんありがとうございました。じゃあね、ハートありがとうございます。嬉しい。2日連続でね、させていただきます。東京トトレ行くよ明日かな。おお、あたり大阪のターサさん、タコありがとうございます。痛い。なんとなくツイートしとこう。どうしたらいいの。できた。配信してます。配信してます。そりゃそうやみたいなこと書いちゃいました。ニコラスさん、タコありがとうございます。おお、すごい皆さんが飛んでいますね。これかわいい。なんか投げるときに飛ぶの。みんなかわいい、ぴょこぴょこして。平和、世界平和だと思う、間違いなく。お昼休みにヨガに向いて幸せ。お、お昼休みですか。この後も、なんだろう、お仕事かな、学校かな、頑張ってください。私は制服の目の練習をしながら10分くらい寝ました。なんか本当に10分くらい寝るだけで全然違くないですか。結構すっきりして、それであとは昨日の夜久々にあれを見ました。アニメを見ました。1話だけ。すごい幸せな気持ちになれた。胸キュン系を見たんですけど、もう全然普通にキュンキュンさせてもらって、めっちゃなんか素敵やなって思って、微笑んでいました。ずっと見ながら。ビバップ団長さん、だるま、ありがとうございます。ごちうさですか。ごちうさではないですけど、胸キュンです。胸キュン系をね、いや2週目なんですけど、実は全然めちゃめちゃ最高ですね。めっちゃ最高です。ありがたい、マジ。いや全人類が幸せになることを祈ってしまいましたね。またついうっかり。私は結構誰かが幸せになる話とかを見ると
誰かが幸せになって誰かが不幸じゃないですか、まあ、これはね仕方がないんですけど、そのこう目の当たりにして、いやもう全人類絶対幸せになってくれって祈っちゃいますね。私はアニメでいちいちそういうことを考えるからすごいちょっと疲れますね、普通に考えて。でモッティさんハートありがとうございます。そうなんかなんだっけな、感受性が私はちょっと豊かなのかもしれないと思って、最近なんかすごい主人公が、あのなんていうの、一人称視点のお話あるじゃないですか、私が書いてるみたいな、なんていうのかな、字の文が私で始まるタイプの文章のやつで、すごいねこう感動する本をこの間読んだんですけど、それなんかもう普通に一緒に泣いちゃって、その主人公泣いてるタイミングで、え、なんか私ないと思ったんだけど、すごいね感受性が豊かなのかなと思って、すごいあのいいことにプラス思考で捉えさせてもらっておりましたね。そう別にね、あの〇〇ばって言ったやつだったら何とも思わないんだけど、字の文で言葉してですね、そう字の文は小説の鍵括弧じゃない部分のね文のことですね。これねきっと誰だったら知ってるかな、小説家になりたい人とかは知ってそう、いるんか、そんなおらんと思うが。ニコラスさんハートありがとうございます。私はどこで知ったんだろう字の文って、字の文は多分後書きとかですね、あの本の後書きとかで作者さんが書いてるので多分したと思います、字の文って言葉。私は結構鍵括弧よりも字の文が魅力的な本、なんだろう、鍵括弧ってなんか結構似てるというか、そのキャラクターの口調で書かれてるからそんな違いはなくて、字の文でなんか文のその本の読みやすさが変わるんですよ結構。そうで状況が分かるのも図の文だし、言葉だけじゃ分かんないことって多いじゃないですか、だって文しかないからさ、そうなんだありがとうって書いてあった時に本当に心の底からそうなんだありがとうなのか、全然納得してなくてあそうなんだありがとうなのかとかも全部さその図の文で決まるんですよ、まあえてね書かない人もいるけど、だからね図の文はね大事ですね、とっても。でも大変そう知らんけど。 MSN さんハートありがとうございます。本結構読むの、まあいやどうなんだろう、最近はあんま読まないですね、なんかのんびり読めないので。今来ましたありがとう、あこちらこそありがとうございます。なんだろう、なんとか記事、ネット記事かな、なんだろう、なんだろう、欲しいになるような内容かわかんない、新聞ならないかわかんないけど、本だけじゃないんだね。でも字の文ってなんか面白いよね、痛い、そうなのよ、部屋暑いななんかエアコン消しちゃったんだよねさっき間違えて、あ新聞ね、新聞ダメなのかな薬聞いてきて熱しかも下がってきました、うん頑張ってください、そこは大変や、無理せんでね、まあでもどうすることもできんよね。佐藤久夫さんハートありがとうございます。ビーワップ団長さんだるまありがとうございます。本はねいいですね、この間はなんか隙間時間に一気読みとかもできしたんですけど、それそれでね楽しかったですね。と猫キャットさんタコありがとうございます。でも寝れないので配信聞かせてもらってます。あーなんか頭痛いとさ寝れなかったりするよね、私もさ偏頭痛持ってるんだけど、偏頭痛ってさ痛み一定数超えたらさ頭痛くて寝れんのよ、そういう時は私も結構ラジオとか聞きますね。今ってなんか何日間かだけ無料でアップしますみたいなのを公式さんとかがやってくださってるんですよ、広告も入んないで、えもう本当になんでそんな優しいのか分からないんだけど、それを聞きながら寝てますね、寝てますっていうか3時間くらいゴロゴロしたら寝れるんですよいくらなんでも、私の場合はね。そしたらそのドラマとかの音声とか
なんだっけ、ラジオとか聞きながら寝てますね。なんだろうね、痛みってさ、寝てりゃ治るってわかるけどさ、寝れなかったらどうしようもないよね。でも寝れんやん、痛いと。理不尽よな、世界って。寝かしてくれたらいいのになって思う。こんにちは、はじめまして。でもすごい本当にさ、このイベント期間、今まで私がショールーム全然してないからかもしれないけど、すごいこう初めて来てくださる方がめっちゃいっぱいいて、そう、とっても嬉しく思います。ほんまにありがとうございますって感じです。そう、あとはなんか推しメンは他の子だけどなんか応援するねみたいなこととか言ってくださる方もいて、いやもうほんまに嬉しいです。本当にありがとうございます。皆さんありがとうございますって感じですね。ネコキャットさん、ハートありがとうございます。バラ86さん、ダルマありがとうございます。そうですね、でもなんか欲しい本があるんですけど、いつも図書カードをね、持ってき忘れてて図書カードを持ち歩かないから買えないんですよね。なんか図書カードで買いたいじゃないですかできれば現金よりもさ、図書カードをね持ち歩いてほしいと思います。私は自分に、いつも忘れてますね。本屋さん行って、あ、図書カード忘れたっていつも思う。私本屋さんも好きなんですよ。なんか楽しいよね。あ、危ない。チームオレンジスキャンで応援してます。お、ありがとうございます。コウズマさん、ハートありがとうございます。たまに小説読みたくなる時があったら、その都度その旅だった、その旅かな、あれなんて読むんだっけこれわかんない水で洗ったらと本アンロックの台本見てます。すごい。でもさ、結構台本あれから変わってるからさ、ここ変わったんだってなりそう。昆布ちゃんさん、ハートありがとうございます。ハートカバー、ハートカバーだと結構高い。そうなんよ、結構ちゃんといい値段するからさ、ハートカバーはね、ライトノベルとかだとね結構お安めに手に入るんですけど、でも私ハードカバーがやっぱね、いつまでたっても好きなんですよね。だからね買ってしまいます。そう、いや本当にね、でもなんていうか、本はいいんですよ、最高です。なんか新しい本読むのがね楽しいんですよね。今日は夏風邪で発熱して休み。気をつけてください、ちゃんと寝てくださいね、しっかり。さっきのうちに頑張ってくださいとコメントしたら、若にも頑張って寝た猫坊主で返された。リーコー、今日リーコに会えますね、楽しみですね。リーコは LINE を見ないんですよ、もう本当にあの子は LINE を見ないから、あのプランを変更してね、あの取り消ししました。あの話したいことがあったんですけど、ちょっと違う風にしようと思って。本当に LINE を見ないんですよ、多分 LINE 開いてる時間1日で5分くらいしかないと思う、マジね、絶対にね LINE を見てほしいんですけど。ジモッティさん、ハートありがとうございます。エリカが5人目のメンバーって言った時のセリフ見て思い浮かんで、違うなって。5人目のメンバー最初なんて書いてたんだっけ、私ここに置いてあった気がする。立ち位置表でしたでも待って、私多分ここにファイルに保存したままだと思う。なんて言ってんだっけ私、え、マジみたいなノリで、ノリがね、え、マジみたいな。昆布ちゃんさん、ハートありがとうございます。
とあった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 、どれが乗ってんだろう、これかな、あ、すごいがっつりカットされたシーンとかもあるのよ。がっつりカットシーン、あ、されたシーンはまだ入ってないのかな、さすがに。昆布ちゃんさんハートありがとうございます。リドルさんもハートありがとうございます。吉明さんもハートありがとうございます。自分は LINE 来たら秒で返してしまうから、私は上についてるのピッと押しちゃうから、すごいなんかちょっとさ、あの置きたい LINE とかあるじゃないですか、ちょっと一旦待ってほしいみたいなやつ、あれもすぐ既読つけちゃうから、最近は通知をオフにするということを覚えました。P レップさんタコありがとうございます。春海さんだるまありがとうございます。レオ熊本さんもハートありがとうございます。なんて言ってるんだろうね、ちょっと記憶にないや、前の人のセリフをね言えたらね分かるんだけど、もう記憶ないかな、半年経ってるもんだって。ニコラスさんタコありがとうございます。あそこは結構でも4パターンくらい試して一番良かったのが採用されたのと思います。本番は、本番はあれは、あの本、なんていうのあれ、本当に 上演したのはその4パターンくらいうちらでやって一番いいのをねメルさんとかと選んでやった記憶です、ありますね。ニコラスさんもタコありがとうございます。ビーバブ男女さんもタコありがとうございます。トヨ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 さんハートありがとうございます。黒い、そうなんよ、全部黒なんよこの世界。このねギフトの欄を見てほしいんですけど、ギフトの欄を見るとマジで黒だけです。あ、カオルさんタコありがとうございます。他にゃんにゃんファイトありがとう、頑張るね。そう、懐かしいですねこれほんまに。私が怒ってる、私今まで頑張ってきたようなシーンが、私はねここのシーンだけね、あのもうあの全然褒められました。なんか感情がマイナスの振りはうまいんだって。だからここのシーンとかママと電話するシーンとか、あのルナと喧嘩するシーンとか、そういうのはすごい褒められましたね。うん、嬉しいんだか悲しいんだかって感じです。大阪のターソンさんハートありがとうございます。公園では5人揃って決まってたから先生のとこにさんに台本で途中で私出ますって書いてあった。あ、そうかもそうかもそうかも、先生になんか言われてさ感じだったかも。そう、結構ねコロコロ変わったんですよ。でもねやっぱり一番いいでしょやったやつが。 MSN さんハートありがとうございます。そう、お、一番怒られたのは最初のルナ、合格おめでとうみたいなシーンは仲良くなさそうね言われて、なんか外部の方とかもねこう来てくださって、その方とかのこうご意見とかもいただいたんですけど、本当に仲いいのみたいな、なんかと書かれてブーと、あれうちらって仲良かったよねみたいな、そう思いましたね。懐かしい、ゆうきと二人で爆笑したもん、どうしよううちら仲悪いのかもしんないみたいななんかすごい同期なのにすごい壁があるように感じてって言われて、えそうなのみたいな、やばいどうしよううちら仲いいと思ってたねみたいな感じで、あ、そんなことじゃないですよ、もうちょっと深刻ですけど感じでしたね。なんと砂川さんのシーン好きだったな、あれ角度が難しかったですね。赤ちゃんの演技ほんま好き、だって演技の仕事ってなって個人的に思ってる。嬉しい、恥ずかしいやん恥ずかしいやん。そう、仲良くなさそうって言われたんですよ。えみたいな、え仲いいけどみたいな、うちら全然仲いいよ二人でねご飯も食べに行きましたし、一緒に頑張ろうなって稽古の前は LINE しましたし、仲いいっすけど。ビーバップ団長さんだるまありがとうございます。カオルさんタコありがとうございます。カオルさんタコってすごい悪口みたい切るとこがおかしかった。そう、ブーこと二人で頑張ってたんですよ。やっぱでもブーちゃんがやっぱ一番忙しくて、セリフも多かったしシーンも多かったし
着替えも多かったし、感情のね幅もブーコは結構広かったので、とにかくブーが一番元気にエネルギーを出さないと劇が進まないっていうタイプだったから、ブーコはねすごい頑張ってて、もうなんかちょっと親みたいな目線で見ちゃってました。後半はなんかブーがこんな頑張ってて偉いわみたいな、ブーってなりましたね。メロちゃんとのコラボ配信の演技指導が結構ですごかった。なんて言われたっけ、その時も多分話したのがシーン5とかでもっとはっちゃけてねみたいなやつでしょ。それがその合格おめでとうみたいなシーンだよ。ビーアップ団長さん、またこありがとうございます。 HKT めでる会さん、ありがとうクマです。クマありがとう。 MSN さん、ハートありがとうございます。寝ながらパソコンの前に座ったといぶきのエピソード、私もそうなんよマジで。いぶきとそれはいぶきがさ、なんかえこの間寝ながらパソコンの前に座ってたんだよねって言って、え私もみたいな、なんか物一個の飾ってる音でハッと起きて、やばい稽古だ稽古だって言ってパソコンを開いておはようございますって言って、そのおはようございますの声で起きるのよ。すごいよね。あとなんかふとした時とかに、なんだろう、そのセリフの中の一言がパッと聞こえた瞬間にハッってこう脳みそが変わっちゃって、すごいセリフはね言いそうになっちゃうの。だからいぶきと私はすごい気を使ってました。その時はお互いにお互いのセリフを絶対に言わないようにしようと思って、そうだからいぶきの口からルナのセリフが出てきたら私返さなきゃいけなくなっちゃうの、反射的に。そう怖くてそうもうさ、自分がさ自分なのかさ三島さんなのかもう分かんなくなってて、後半すごいよね、面白いよね。なんか一個のことしかしてなかったから、その時期はもうね大変でした。でも楽しかったですね、今思うとめっちゃおもろい。 MSN さん、ハートありがとうございます。シガースター公演いるべき、楽しそう。人少な、でも5人しかおらんが。吉明さん、ハートありがとうございます。そうなんかね、あと自分の時自分の感情なのか今これ演技してるんだっけとかが分かんなくなっちゃうんですよこれは多分やばかったのかな、初めてだったから演技したのが分かんなくなってて、もうちゃんと切り替えとかがどんどんできなくなってて、なんか面白いと思って笑うじゃん、でも笑った2秒くらいにあれこれって私今なんで笑ったんだろうと思って、今は私が面白くて笑ってるのか、それとも面白い演技で今笑ってるんだっけっていうのが分かんなくなっちゃって、後半にこれはねすごい人生で初めての経験でしたね。自分が自分なのか分かんないの面白いよね。そうだからすごいその時期はドラマとかもなんかすごい楽しめなくて、全然もうなんかこういう視線の動かし方とかをするんだみたいな、もうなんかでもそれからはすごいなんか俳優さんとかすごいなと思うようになったし、なんか今まではなんかドラマとか見ててもなんかまあすごいなと思うのってやっぱ俳優さんとかがすごいなと思っちゃうじゃないですか。でもなんか裏側のこととか知ったから、脚本家の方もすごいし演出家の方もすごいし、音響さんも衣装さんも舞台セットの方も照明さんももう全部すごいなと思って、もうねそれからなんか批判してる人見るとすっごいイライラするになっちゃいました。はぁみたいな、気持ち分からんやろと思ってそうなんかね、まださあんまタイプじゃなかったとかだったら分かるんだけど、なんかその作品で何作も行きではありません、なぜならばこういうことみたいなこと言ってる人見るとはぁみたいな、いや何を言ってんですかと思って、もう全部のさ人がさ命削ってやってんだから文句言わんでとか思って、すごい全然関係ないね、私が作ってるわけでもないのにすっごいバチギレいちいちで悪友達とかにおかしくないとか言ってましたね心が狭いですね。 DVD で販売してほしかった、恥ずかしいからやだ。竜巻さん、ハートありがとうございます。チャッピーさん、タコありがとうございます。そうトリコピさんがママなんですよ。ビーバップ団長さん、ダルマありがとうございます。ネゴキャットさん、ハートありがとうございます。ピドルさん、タコありがとうございます。佐藤勲さんもハートありがとうございます。職業病みたいね、本当にすごい大変だよ。だから俳優さんとかってすごいなと思う。私はさあの時期一役しかやってなかったからまだいけたけどさ、こう2役3役やる人もいるじゃないですか、きっと世界的に見ればすっごいなと思う。混ざっちゃいそうじゃん。怒ってましたね。
激おこでした。いちいちちょっと面倒くさくて申し訳ないんですけど、友達に家族とかにも言ってましたね、意味わかんないのとか言ってそう、でもさそんなさね、直接さそういうこと言わないのとか言いに行けないからさ、ネット勉強みたいな感じでさ家でずっと文句言ってました、ね、恥ずかしいね、堂々と言えるんだったらねまだねいいけど、そんな友達とか身内にしか言えないんですよ恥ずかしい恥ずかしい。楽しかった結構、振り返ってみれば当時はもうダメだもうダメだ毎日もうダメだ私はもうダメかもしれないとか思ってたけど、あとあの時期に1日5食くらいご飯食べてたんですよすごくない？胃袋どうなのと思って。でもなんか稽古中すっごいお腹が減っちゃうのよ、なんてか頭使ってるからなのかな、だからすごいご飯をめっちゃ食べてましたね。で時間が結構不規則だったから予定帳にね全部書いてたんだけど、あの数が多すぎて書きたくなくなってすぐやめました。1週間しか持たなかった。猫キャットさん、だるま、ありがとうございます。ボディービルダーにお食事してる、え本当に増量中なのってくらい食べ過ぎてましたね、反省だし、めっちゃ甘いものも超食べてたし、他には演技がすごくて選手力も追加したんだってここだけの話。それはとっても嬉しい、ありがとうございます。でも選手楽はなんか最後だからもうはっちゃけちゃおうみたいな感じの空気で5人のね LINE でもそういう話してたし、卒業式のシーンもね、あのシーン私はすごい好きでしたね、急遽書いてくださって。プレッシャーとストレスを表情で食べたくなったんだろうね、そうかもしれんね。あそろそろじゃランキング読もうと思います。こんにちはだって、初めまして、来てくれてありがとうございます。ランキング読みます。あのそう、枠が最後、枠の最後絶対変わっちゃうんだけど、これちょっともうどうもできないから、あの読むだけにします、今度から読めたらね。13位煙突さん、ありがとうございます。12位わら86さん、ありがとうございます。11位佐藤久夫さん、ありがとうございます。10位 MSN さん、ありがとうございます。9位リドルさん、ありがとうございます。8位ジモッティさん、ありがとうございます。7位チャッピーさん、ありがとうございます。6位 HKT をめでるカイさん、ありがとうございます。5位はカオルさん、ありがとうございます。4位が、P ベップさん、ありがとうございます。3位ニコラスさん、ありがとうございます。2位ネコキャットさん、ありがとうございます。1位が大阪のターサンさんでした、ありがとうございます。書きます。12時半からの回、1位、2位、3位、よいしょ、今回のやつはこれでした。上位3位の方々はこの方々でした、ありがとうございました。他の方もたくさんありがとう、あ、しっかりしてもらって、ありがとうございます。私本当にマッキーで過去大好き、マッキー音フェチですマッキーの音フェチ？分かんなくなっちゃったけどマッキーの音が本当に好き。でも嫌いな人もきっといるよね、なんかこうキュッ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 みたいな音。私はね、黒板の音は嫌いなんだよね、チョークの音はあんま好きじゃなくて、でもこうマッキーとかこうペンの音はすごい好きなの。今日はいぶきのゼータンさん頑張ってね、新潟の配信楽しみに待ってますね、ありがとうございます。ブーコの生誕祭の前に1回ねできるので配信、はい、その時またブーコ頑張ろうって話をします。ブーコ頑張ろうね、僕ね、ブーコはいつも頑張ってるはい、皆さんもぜひ来れる方は現地で
来れない方は DMM で見守ってください。じゃあ次は17時20分から変則的なのでね、ちょっとお気をつけください。じゃあ皆さんまた後で会いましょう。ありがとうございました。グッバイビー。あ、こんにちは皆さん。なんか私今日頭ハゲてる。なんかハゲてない？チークと。あ、チークいい感じ。うん、ハゲてるね。やだ。ありがとうよちゃん。ういっ。ジマコだって。ジマコ？やっほー、こんにちは。かわいい。あ、なんか字でかいね。ねー、違うの。おばちゃんサイズじゃん。おばちゃん。便利じゃん、大きい方が。まあそうね、見やすい。みんなにさ言われるの。やめてほしい、さすがに。違う、ホグピーピーやばい。緊張するじゃん、ダンサー。それはなんか話してない。え、そうなの？うん。やめなしてくれ、ピラ貸したんだよね、私がね。ピラより。こんにちは。かわいい。みんな頑張ってくださいね。青春。そう、使ったね、私も無理だ。懐かしい。僕の頑張って。はい。出口。あれ、懐かしい。顔やめて。顔やめて。めっちゃ終わってて。だった。生誕祭する人なの。最初私イントロが一番好き。インテやって。じゃあちっちゃいとこから。だった。それぞれ。あの手クロスにするやつ。たたたがた。あのちゃんちゃんたかた。なんだ。だから。出てくる。私も前半歌って、私動画後半の動画消えてたんだよね。これしか知らない。ああ、やだ。ね、そ、私恋ダンスかと思って最初。違った全然。いぶきが面白い顔でダンス踊ってました今は。疲れてる。絶対疲れるし。あったよ。え？見たいけど。知らないけど。ちっちゃい音だったら聞こえないよ。え、何？あ、音でかでか。あ。だっけ、一回も乗らなかったよね。ね。乾燥じゃない？乗りたいのに。イグアナ入ってなかったもんね。ね。やめなよそういうこと言うの。なんで？50位までですよ。うん。ちょっと悲しいじゃん。50位。じゃあのさ、MC でさ、MC でさ、これ覚えるの？話しててめっちゃおもろかった。何で話してた？MC で、あの。社長さんが好きだから LINE の BGM が、あ、青春の BGM 書いてあるね。今も変わるんだ。もうやだ、もうそれ一生覚えれない。合唱の方もある。合唱あの T シャツダンスの方。 T シャツダンスの方なんだっけ。あの最初は足触ってこうやって行くとこから。なんかこんなに。あ、そう、あった。今はいぶきが面白くダンスを踊っているだけの時間。受け受け。カエデだ。何やった？カエデだよ。変わりました。なんか私汗かいてるね、前髪。超機嫌テンション高いから何でもやってた。顔かわいいね。声でかいな。リップちょっとだけなってる。ええやん。何でもいいよ。リップ乗っとけばよかった。私も乗っとけばよかった。何踊ってくれんの曲。今はね超テンション高いから何でもやって。骨きた。じゃあチェレン先生バージョンね。あ、オッケーオッケー。分かんなかった。やってたよ。頑張ってたと思うよ。リフトしないってことはやったことないの。あのやることあったんだけど、あの延期になって。めっちゃおもろい。そんな延期のことだった。いぶきで笑っちゃった。ねえ、今いぶき聞いた？
カエデが今最悪いぶきで笑っちゃったって。うわそんなこと、ね、どうもいいより何が時間わかんないわ、これ誰か教えて、ごめん。最悪、息吹で笑っちゃった。やっぱピ。でも、今25全然まだまだよ。誰だと思う？ M、わかるよ。わかる？うん、聞こえてなかったね。聞こえてなかったね、カイちゃん。え、何？え？どうぞ、家さん。どうしてね、あなたのカイデがね、骨骨4位じゃなかったのか、一生心にかかってる。骨骨4位？4位。骨骨係？うん。あー、入るわけないでしょうが。え、私が入ってる。めっちゃ面白い。楓と、あ、違う、ひじりとより、うん、面白かった。マジで本当にかまいたちさんです。笑われた。いや、画面6画面か、6画面。え、聞こえてきた笑い声。あの頃まださ、声出せる頃だったから、なんか1サビぐらいまでずっとクスクス声が聞こえた。やだね、意地悪じゃん。いぶきで笑うな、ベベラキちゃん。やばい、かわいそうに。いぶき笑ってるぞ。笑ってあげるからね。なんでウィンクしてんだよ。今誰も笑わなかったね、さすがに。さすがに。眉毛あるよ。眉毛あるよ、全然。眉毛あるって全然。お肌やっぱツルツルじゃない。あ、いっぱい星来た。あ、いっぱい星ありがとうございます。かわいい、教えてくれ。佐藤さん、いっぱい星ありがとうございます。今日絶対にしすこさん来るよね。うん、来るかな。いぶきのこと嫌いかもよ。こんなこと言っちゃう。にしすこさん見てたら泣いちゃう。え、別に泣きは泣きはせんやろ。いぶきが泣くやろ。お腹がさ、いぶきさ、イカ水じゃない。お腹ずっと引っ込ませてればいいじゃん。それかずっとお腹のところに手当てて踊っておけばいいかな。やばすぎ。どういや、メイクで本当多いよね。ビーバップ団長さん、だるま、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。かわいい、みんな。ありがとう。ありがとう。こんにちは、よしぽーさん。ありがとう。かわいい、全部言ってくれる代わりに。めっちゃかわいい。受け受け、ありがとうございます。いぶきは多分髪型が秘密なんだと思うよ。だから来ないんじゃないかな。いぶきはみんなに今お腹見せびらかしてます、ずっと。ねえ、なんで炭酸飲んだからかな。出てない。出てないよ。何言ってんの、謝って、世界の人に。どんまい。いぶき、お腹引っ込ませてみて一回。ほら、平気やん。はぁ、できないで。めっちゃ面白い。何してんの。いぶきがお腹がね、出てるっつって悩んでるから、息引っ込めてっつって、引っ込まさせて、息吐いてっつって出させた。髪型見えるよ、いぶき。いいの。うん、あ、いいんだって。でもその髪型マジ似合う。かわいい。ね、でもブー似合うよ。カエデも似合う。大人やったー。いたいたいた、ブーの。機械でのリンゴ好き。だからリンゴ好き。ねえ、ね、じゃないのよ。ね。あとリセットの時一回外したけど、お団子も可愛かったよ。ここで編み込み団子みたいな。なんでやらないの。恥ずかしかった。え、ツインも可愛かった。臭くない？あ、そう。あの、うん、リクワーの時のハーフツイン。あれも可愛かった。あれはもう二度しない。可愛かった。なんで？あれは自分で頼んだんじゃないもん。でずっとそうやって言い訳するのこの人。待って、何分まで？え、50分。びっくりした。かわいい。短すぎる、10分しかいないけど。俺のお腹も出てるぞ、だって。いぶき、仲間いたよ。じゃん。よかったね。うそるじゃん。今日のためにいぶきさ、かえちゃん、表情豊かって褒められた。よかったね。あのさ、いぶきさん、ハリマルナが未だに抜けなくてさ、なんかこう配信してて、いぶきって言ったらドキッてしちゃうの。あ、怒られてたよね、一時期さ。なんだっけ。え、どこの、どっかのシーンでさ、いぶきって言ってさ、みなさんにめっちゃ怒られ怒られて、今から公演が終わるまでいぶきって言うなって怒られたよね。そう、重要な自己紹介でもルナって言ってって言って。だからさ、女優さんってすごくない。しかもさ、一気にさ、一個の役とかじゃない人もいるじゃん。え、でもさ、あんだけいぶきってさ、うん、いぶきはとかさ、本番でなかったよね。言ってた、本番で、あ、ちょっと、いぶきなかったけどさ、今になってさ、いぶきって言っていいのか分かんなくなっちゃう。匂わせとこ。やばい、髪の毛入ったら匂わせられん。匂わせ取ってます。あ、そうな。
でもさ、なんだっけ、ゲネプロかなんかの時にさ、行ったよね。行ったね。最後に写真を投稿します。かわいい。ね、聞いて、今日ね、昨日の夜ご飯と今日の朝ご飯ね、今日のために食べてこなかったの。なんで食べないの？食べないよ、腹ペコリンチョになるよ。食べてこなかったのに、お腹は膨れたままだったから、もう絶対こんなことしない。うん、絶対食べた方がいいよ。なんかせめて朝だけ食べて、うんうん、夜を。でも今に食べなかったらお腹ってね、こうピタってなるの。寝てる時とかピタってなってるのにさ。そうそう、え、寝てる時って重力で落ちてるからじゃない？違うよ。あ、違うんだ。うん、そうなんだ、そうなんだ。朝とか、あ、そうなんだ。ピタってなってたっけね。うん、物件ね。いぶきは、うん、食べなき、あのね、食べなければお腹ペッてなるんじゃないか思ってね、うん、昨日の夜と明日の、今日の朝、明日の未来、今日の朝さ、食べんやったら無理だったわ。かわいそう、絶対ご飯ダメな。終わったらね、絶対昨日キクラゲ1個食べたから。キクラゲ、なんでキクラゲだけ焼かんで。めっちゃ食べ過ぎた日はあったりする。そのなんだろう、あ、食べない、うん、うん、あ、だけど、なんかずっと食べないのは死ぬから。死ぬ、かわいい。カイラドファンの肩向きに。めっちゃウケる。かわいいやん、顔。かわいい、マジか。いぶきちゃん。うん、いぶきちゃん、ちょっと不安になってくる。私、下には持ってるよ、それの。大丈夫、うん、だ、大丈夫。あ、うん、あ、そう。多分見えない。やべ、手汚れてる。さすがにね。やべ。やべ。そうなると、そうなると。村上島推しですかって。村上島推し、うん、初めて見たね。私の方が大人に見えるの、どう見て。でも髪型がさ、なんか大人だから、今日大人だけど。やべ、なんか吹き飛んでる。いおりちゃんいるよねって。いおりちゃんいますか？いるよ、いおりちゃんだよ、私。いるって、よかったね。え、大丈夫？やっぱそれさ、ガタってなるよね。誰か僕にさ、あ、なるほど、うん、何？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 待ってんだけど、次の言葉を。何もなかった。怖いじゃん。ぶどうめぐんで、ぶどうめぐ、ぶどうが欲しいの？食べたい。え、私のとこにハイチあるよ。いや、大丈夫。そうっすか。いないね。ぶどう味なのに。でも分かる、生誕祭ってなんかね、やっぱね、気合入ってる。うん、かわいい。緊張してる時とか入んない、うん、何見てんだよお前。やったるぞ、おばあちゃんやるぞ、やるぞ。怖い怖い怖い、虫で。おいおい、やるぞ。それゴリラなんだよね。おばあちゃんって緊張する。おばあちゃんって緊張する。言ってそうなことを今通訳あふれこしました。でもいぶきは後半はゴリラのポーズをしていました。かわいい。えっと、こいつこんなしてしてないし、いぶきさん、そういうしてないよ。ねえ、やばいことあるの？あとで直してもらおう。してないし、あ、してないし。あ、これ完璧的に読める。これじゃん、全部にあんの。これ見えないんだって、この人から。え、そうやって後ろ見る。一時期ね、これがね、消えない時からさ、私がね、消えないよねって言ったら、何のこと？みたいな、私が幽霊見てるみたいな感じ。やってて、チンチン。何のこれ、後ろ見るから。でもね、それに関してはしてるかもだけど、普通はいつもこんな感じで。いぶきがいたらこうなる。リーコしてないよ、それは。ゆりゆりかわいい。かわいい。やっぱそれ似合うんだよ、あなたは。今日のあのもうベイビーだ。あとわずかよの、もう私決めたから、動き。ガン見するね、その時。探して、どこだどこだ。ねえ、さあさあ、ね、ヒノキを進むの早すぎ。なんで？リノが前なの？リノの真似できる。あ、やって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 。すごい超すごい。あ、終わったよ。静かに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 。リノのね、ジェラシーの作り方、これいつか用意してみよう。入るじゃん。うんうんうん。せーの。せーの。え、リノの手紙の言葉を受けるよ。リノあっち村に普通こうやってるじゃん。でもさ、リノの腕組んでくる。あっち村も変って言われた。水のないプールも変って言われた。もう全部変って。リノってね、うん、スタバ、あのさ、なんだっけ、ここあるじゃん、うん、あ、楽園、そうそう、トイレ行くと
頑張るね。かわいい。そこも頑張らなきゃいけないんだけど。先輩たちは違うとこにいます。これ先輩いたらこんなうるさくないの、さすがに。クルタン29。あ、ここはいつも5期生がいるとこじゃなくて、そんなお部屋お部屋を借りました。配信をするためにリナこうやって見た時にまだここにいるのに。スタンさんここにいるのに。でもね、リナはピナはそこだ。ピナもここにいる。いやマジいいさ、ゆうきってリナの真似本当に上手いと思う。何でもできるよ。違う。リナって何とかバウンドするのよ。そうそうそう、バウンドしてるんだよね。バウンドはめっちゃ上手で習ってるから。いやでもないよ。でもやっぱさ、一番面白いのさ、片思いに決まってるじゃん。あとシンデレラ。あ、シンデレラ怒られたね。しおり先生一生怒られたね。先生がね、ダンスのね。ねえ、大丈夫。動き早いよ。動き。なんか何かの時が私置いてる。すごい指摘されてます今。リノが怒られてる。会社じゃなくて誰だっけ？イオリに。ここにいるのにリノが急に。二人分くらい急に。うわ、それが早いから。捕まるじゃん。可愛い。可愛いみんな。バカながやってる。今何分ですか、会社？36。わあ。わあ、黒マスクや。あ、なんか。すぐ。階段駆け上がってきた。やばい。世界で一番遅くないですか、ここの部屋。うるさかった、すごい。どこの部屋かすごい分かった。ありがとうございます。わかなちゃん、とっても可愛い。可愛い。ちょっとテンションが分かんない。テンションが分からない。バイバイ。おー、バイバイ。かわいい。イエーイ。やっほー。かわいい。何すか？主役が来た。ねえ、やっぱさ、わかちゃんの前から上から見えないから困る。あ、そっかそっか。さやかもさっき映ってるか分かんなくて。そっかそっかそっか。びっくりしたの。すごいいろんな人に向かってる。ほんとよ。いぶき NG ないからな。すごいよな。いぶきの時計見させてもらって。まあ全然まだ。待って待って待って、前髪さ、うん、なんかさ、スプレーのさ粉吹いてんだけど。ふたスプレー。ね、見て。そんなことないよ。ふけだ。最悪。そんなことないよ。どうするよ。くるみがそうやって言ったことによってさ、しばしいぶき。いぶきがめちゃ可愛いよ。ふけとかさ言われたらどうするよ。スプレーです。来てね、ゆびきちゃん、お風呂入る。生誕祭なのにお風呂入る、お風呂入る。待って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 、話が変わってくるでしょ。ゆびきちゃん、どうした？ゆびきちゃん、面白い。いや、字がでかい。ねえねえ、でかくない？でかくないの？おばあちゃんじゃないの？うちのおばあちゃんのスマホと一緒ぐらいで。違うの？大きい方が便利じゃん。絶対さ、おばあちゃん専用のスマホじゃん。いや、ラクラクフォンやろ。そうだね。配信できませんよ、ラクラクフォンじゃん。やばい。え、でっか。コメント流れん？え、流れるよ。すぐ流れていい。でも、それでも私はこっちを撮ったな。だってコンタクトつけてない時に。あ、わかる。見えないよね。私はでもギリ見えるから。なるほどね。スタンドなかったね。ダサい。スタンド、ちょっとなくした。かわいそう。え？画面界だからさ。かわいい。せめて画面の中でやりなよ、それとクリーム。確かに。じゃあくるみはさ、あの R24 のオーディションでさ、モノボケで優勝したから。モノボケ大好きだった。かわいい。どや。でもあれはやりたかった。あのなんだっけ、一言みたいな一言。あ。あ、画像で一言くれる。やりたかった。楽しかったね。画像で一言。でも、もう私、あれだから、もうバラエティー班じゃなくて、胸キュンだから。キュルンの方になったから。あれ？そう。キュロン。キュロン。キュロン。かわいい。なんだっけ？で、あの、映画館。アッキー先輩。アッキー先輩。いや、ちょっと、なんかやってよ。なんかやって。何、どういうシステムする？システム？なんていうシチュエーションね。シチュエーションにする？え？どういうシチュエーションがいいですか？ああ、近い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 。ちょっと、真っ白く待ってもらって。
ボッキーのさ、ノンパラの時はなんか企画みたいなのがあったんですよ、うんうんうん、で、なんかいや、座り方が突然女の子座りするからなんか可愛いセリフ、あの生誕メンバーにやらせることができるんですよ、うんうん、やらせることができる。でもなくなっちゃったの。すごいウキウキしてたよね。だからイブキ萌えキュンセリフやったことないよ。え嘘、うん、成功したってこと。しないもん萌えキュンセリフなんて。なんてだって。いやいや、いつもツイッターで萌えキュンみたいな。え、そんな出してないよ萌えキュンセリフ。まあやってる。萌えキュンそんな出してないし。やってるよ。やってるし。やってんの。丸や丸や。これやってんの。まつげ綺麗だな。怖い。あれ注目そこ。めったにやらないよ。たまに時数で、あのたまにリミちゃんとかの見て、ああゆいきもやってみようとか思って、うん、大好きとか思ってみる。あのリミカの私が好きなパターンは、うん、好きか。そうそうそう。うん、なんか一時期その分もあった。毎回ねツイートね、うん、それすぎてお母さんにさ、でマジは気持ち悪いって言う。ママ厳しいんだよね結構。結構ママ厳しいから。厳しいからいぶきに。今何分、うん、すごいさ、フケ41だ。フケじゃないの言わないでくれ。今のパンはマジでフケだから入れてかわいい。マジスプレーで濃くしよう。でもほら、ここにもあるの。いぶきやっぱちょっとこれウケだよ。いぶきお風呂入った本当に。ねえ、やばいから今言う。ちょっとやばい。大丈夫、肩ついてない。やばすぎ。いじめじゃないから大丈夫。サイバーさんの間違いとかったもん。ここいつもボタン忘れてる。苦しいから絶対開けてる。ギャル、さっきここに間違えて乳液作っちゃったのよ。あら、やるある。ちぎよ。吹きじゃないですか。吹きじゃないですか。私ないよ。綺麗だった。本当だ、はっすいね。なんかみんな白黒じゃないこの世界。本当だ。テレビだ。黒マスクのノリやるじゃないな。映り込んでくると絶対黒マスクでしょ。あ、前髪ノリ。およくあるとこだね。写真撮って写真撮って。ママなの。かわいい。友達じゃないんだ。かわいい。大丈夫ですか。変なところ入って大丈夫です。主役、はい、大丈夫。いい声作れる。かわいい。いぶき発声練習しないと。マーメーマー。あれ、いぶき、あ、ちょっとやばい。龍角さん、龍角さん。マーメーマーメーマーメー。鼻がそう。鼻がヒクヒクしてる。ずっと。今日テンション高い。いぶき、あれ歌って。星が今手と手合わせた星が光る。めっちゃよく出たよねあれ。いぶき大好き。いぶきもずっと出てたよね、あの音源、うん、歌詞違う、決まった時にいぶき出ない。そう、違うそれをさ見てさ、歌わりっていうかまだ歌わりが決まってなくて歌詞だけ、うん、音だけできて、いぶきと二人で、もう5分の1だからここは来ないでしょって話したら、次の日にあのルナって書いてあっても、マジでマジでレックの時何回もやってヒカーってなったりして。私いぶきの、はい、気づいたんだ今の景色のとこの音源のを聞きながら、私がうんうんってしてる動画持ってる。何それ謎動画。じゃ待って、だからいぶきの、私いぶきの次だったんだっけ。先だったよね。いぶきが先だった。そう、待ってる時に自撮りしてたら動画になっちゃって一緒に、うん、うんオタクなんよ。謎なんよ。頑張ったね、ブーコ。どうしたの？痛いの？めっちゃさ、あの、怖くなる。なってないよ。今の顔よ。今の顔よ。銀玉のさ、あの、トノしてる。さ、徳屋さんの時でしょ？あれみたいになる。わかんない。下品だから見るのがいいです。いいんじゃない？あのシーンはだって結構だって頭の中でずっと、確かに。ちょっと検索してみてください。じゃあその顔は別に下品じゃない。あの将軍床屋、将軍床屋で出てくる銀玉将軍床屋、うん、かわいそう。将軍なのにあんなさ扱いされてさ、あ、くるくるくる。自信もやばいよね。やばい。やばすぎ。私もこれみたいになった。なってないけど。
喜んでますね。あ、喜んでますね。そうそう、これ笑って、将軍笑ってるぞっつって笑ってね。この回大好き。これ実写もさ、やばい、実写もやばい、めっちゃおもろい。さっきなんかやばい、夢に出てくる。これさ、ゆぶきちょっとグロいよ、これ見て。グロくない、怖い。ゆぶき、あ、じゃあちょっとそろそろランキング読もうかな。私ね、ビビリだから5分前からランキング読まないと怖い。もしもし、お母さん。え、突然電話、そうやん。ちょっと待って、よにか、おほわん。ひどい。大丈夫、今聞こえてるけど。あ、そうだ、あったかくないですか。気をつけてね。はい、読みます。え、どこ、13位、ダイさん、ありがとうございます。ありがとうございます。12位、トリッピーさん、ありがとうございます。おめでとうございます。11位、シンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。10位、ボーちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。9位、ミニさん、ありがとうございます。ありがとうございます。8位、ジモティさん、ありがとうございます。おめでとうございます。7位、ももこさん、ありがとうございます。おめでとうございます。6位、おにぎり村長さん、ありがとうございます。あ、浮気だ。おめでとうございます。5位、昆布ちゃんさん、ありがとうございます。おめでとうございます。4位、よしごさん、ありがとうございます。ありがとうございます。3位、ニコラスさん、ありがとうございます。ありがとうございます。2位、大阪のターさんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。1位、佐藤久保さん、ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。マジやばい。おめでとうございます。これ手長いんだね。そうよ、本当だ、羨ましい。いいでしょ、今日はライン釣ってるね。どうした私、うん、あー、かわいい。釣ってる人好きだもんね。いや、違う、私釣ったんじゃなくて、うん、あの髪の毛もさから上に行っちゃったんだよね。ちょっとね。いや、まあ、さっきのめっちゃ面白かったんだけど。私もう釣ってる、ずっと釣ってる。ほら、ほら釣ってない。でも角度じゃない、これ脇だとこうやってあの 魚眼みたいな感じになるから軽く。そうなんだ。うん、それ部活、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 うん、なんか剣道部みたいな顔した今完全に。かわいい。間違えた。ゆきの間に何？普通だよ。危ない。こら。じゃあ勝手にさせてもらう。いや、本当に危ないよ。イエーイ。クルタン怖い。だって怖くはないやろ。かわいそう。うわ、いじめだ。え、クルタン泣いたんだけど。泣かせんなよ。絶対だと思った。それ待ちだったね。ブーコの生誕祭ですね。頑張れ。お祝いしようと思います。あ、お目目ピンクだね、ブーコ。ブーちゃんが今日はいっぱい、いっぱい、いっぱい、いっぱい楽しめます。いっぱい、いっぱい楽しみたいと思います。いっぱい。じゃあもう49になりました。いっぱい、いっぱい。あ、まだいっぱいだね。まだ。この、まだ。さあ、ブーチクリーム後ろ行こう。忘れた、下行こう。まだ前髪しなきゃ。そうだよ。ちょっとあと30秒くらいだから待ってよ。分かった、前髪のりこ。のりこ、のりこ、のりこ、前髪したこ、前髪まだこ。あ、49になったから切るこ。バイバイ。じゃあ皆さん、ブーコの生誕祭をぜひ見守っていってくれ。バイバイ。じゃあな、バイバイ。これすごい倒れる。ありがとうございました。というか、いろんな人がいたり、いろんな声が聞こえたり、元気だったりとか、ちょっとすごい味変というか、そんな感じになったのではないかなと思います。楽しんでもらえましたかね。そう、ありがとうございます、皆さんも。そうそう、私もすごいね、楽しかったです。なんか今日は朝はね、なんかどうなのかなって思ってどんな感じかなって思ってたんだけど、会った時にね、みんなでギュッてして、すごい楽しかったです。とってももう今日だけで、もうここ最近の疲れが全部吹っ飛んだってくらい楽しかったし、ずっと笑ってたしやっぱすごい、なんかメンバーに会うともう元気をもらえるなと思って、皆さんがさ、こう言ってくれるじゃないですか。なんかみんなが元気の源だよみたいな、もう気持ちがすごい分かりました。私もうすっごい元気になったし、一緒だよみんな。おそろ
ニコラスさんハートありがとうございます。こんばんは皆さん。ニシプーさんもハートありがとうございます。元隊長さんだるまありがとうございます。やっぱ同期やな。いやほんまそれな。いやほんまそれな。うざすぎる顔失礼しました。私今ハマってるの。ほんまそれな。みんなも使っていいよ。ほんまそれな。これ めっちゃハマってる。ラームさんありがくまです。ありがくまタワー。あ私今日ここに動物がいるからさ、クマだと思ったらウサギでした全然。あ今ここにねクマがいるんだよってよって思ったらウサギでしたね。リンコだリンコ。今日はめっちゃゆっくり行ったの。なんかね怒られたからみんなに、あのこんばんにゃんが早いって言われたから今日はすっごいゆっくり行ったのに、誰かがね行ってくれると思ってこうフッフッって回るみたいな、誰も行ってくれなくてびっくりしちゃいました。しかもアイリの方が早かったの。もうくらいのスピードで早みたいななったよね。リーコもおはよう。おはようはちょっとおかしいか。あこれ、ね、なんかそれなんかの下敷きになってたんだ。ちょっと待ってくださいね。私は学びました。クマタワーってひらがなで書いたら可愛いし、私カタカナ苦手だけど上手に見えるって学んだ女。7月30日。そうなんや。ラームさんクマタワーありがくまです。ありがとう。ありがとうございます。ちょっとかわいいちょっとかわいい。ありがとうございました。おにぎり村長さんハートありがとうございます。ビバップ団長さんだるまありがとうございます。リーコですね。 HK って最強ってことだよ。そうなんだよ。そうだよ。みんな気づいた。ジモッティさんハートありがとうございます。え、ま、本当に今日は最近久々にもうマジでめちゃめちゃゆっくり言いました。もうすごい私の体感的には、ま、こんばんにゃんくらいのスピードで言いました。大阪のターさんさんタコありがとうございます。ビバップ団長さんだるまありがとうございます。ポーヒラさんお星様ありがとうございます。カタカナで書くの難しいんですよ。ありがとう。こういう風頑張ったね。嬉しい。ありがとうございます。楽しかった。なんか変だったよ。ええひどいんだけどひどい。リーコ竜巻さんだるまありがとうございます。ももこちゃんのお友達でさて、わーありがとうございます。こんにちは。ひどい。変だった。変じゃなかったし変じゃなかったし普通だったし全然辛辣ですね。可愛かったよ服。私はねメイドさんだと思ったんですよ。だからリーコがコスプレ買ったって言うからメイドさんって言ったらもうすじゃ早かったですね否定が。メイドさんとじゃあ失礼しましたってなだってメイドさんだと思うじゃん。なんか王道じゃない。猫はちょっと意外でしたね。私はメイドさんかやっぱクリナお姉ちゃんといえばのチャイナ服かなと思ったんですけど違いましたね。全然猫でした。可愛かったからいいけど。大阪のターさんさんハートありがとうございます。昆布ちゃんさんタコありがとうございます。キーさん星ありがとうございます。大阪のターさんさんも星ありがとうございます。ももこさんハートありがとうございます。昆布ちゃんさんもハートありがとうございます。そうメイドさん見てみたい。え、なんかの生写真でやってよ私。そう我が家にシンデレラアクスタが届くよ。おーシンデレラなんてどこにも存在しないと思う。しぼうさんハートありがとうございます。ぼんひらさん星ありがとうございます。私はですねシンデレラだったら
まあ、もちろんみんな大好き、ミュージカルタイムのねカレーののとこも好きなんですけど、一番好きなところは2番のお茶飲みませんかと声をかけてカフェで話し込んだってところと、あとは一目見て僕だけ虜になってしまったのところが好きですかね。ひなの声のねなってしまったが好きなの。なね上がるんよそこは。吉坊さんハートたくさんありがとうございます。ジモッティさんもハートありがとうございます。ヨッチーさんだるまありがとうございます。ニコラスさんハートありがとうございます。そう一目見て僕だけ虜になってしまった、これマジで可愛い。ななが好き。なで肩が上がっちゃうでしょいつも。なってコウメイさんタコありがとうございます。そうあ分かってくれてる。なのとこが好きなの。そうひなのなんか声のな出し方のなが好きなのよ。そうでもあのそのお茶飲みませんかと声をかけてカフェで話し込んだところも可愛くないですか。お茶飲みませんかと声をかけて可愛い。歌詞が可愛い。コウメイさんハートありがとうございます。ネコキャットさん星ありがとうございます。ハートもありがとうございます。ネコキャットさんそう後で意識して聞いてみてください。でなんかそこのちょっと後のこの人を追いかけなきゃ後悔するんだろうのところがまるさんかなの歌いなんだけど、すごいさくらさんの声に似てるってファンの方がねすごい言ってて、えそうかなと思って聞いてみたら確かにちょっと似てましたね。なんかそういうさこうえここのところ誰々の声に似てるっていうのあるよね。なんかそういうの見つけるとちょっと楽しかったりしますよね。ニコキャットさんハートありがとうございます。キーさん星ありがとうございます。コンブちゃんさんもハートありがとうございます。ワンヒラさんも星ありがとうございます。ぜひ皆さんそういうとこ細かいとこも意識してみてみると楽しいと思います。789ミクルの公演してるね。そうなんです。ありがたいことにね今日明日も連続で出させてもらえるし、その789も出させてもらえるし、なんかすごいねこんな研究生なのに、いや研究生だからこそかもしれないけどたくさん公演に出させてもらえるのも本当に嬉しいです。あの今日の公演のね MC でちょっと話したんですけど、私本当になんか仕事する時が一番楽しくて人生でそうだからもう超嬉しいんです。公演ないとなんか不安になるんですよ。私大丈夫かなみたいなみんな私のこと忘れてないかなって思って、なんか公演に行くとなんかすごい立ち位置があるし衣装があるしマイクがあるし、あ私って今存在してるんだなってなんかなるからちょっと重いけど公演大好き、毎日出たい。そう佐藤勲さんハートありがとうございます。にぎどんちょうさんだるまありがとうございます。ニコキャットさんもハート、あーすごいたくさんありがとうございます。竜巻さんだるまありがとうございます。あれリリカちゃん、リリカちゃんはいません。めっちゃ嬉しい、超楽しみ。お仕事が幸せで幸せ者よね。いやほんまにそれな、あまた言っちゃった口癖いやほんまにそれな幸せよ。でもさあんまりいないじゃん、お仕事が好きなことが仕事につながる人ってあんまりいないから、私は幸せだなと噛みしめながらね仕事をしたいと思います。そうなの、演目が交互とかだと頭がごちならない。あーポジションが一緒ならならないかな。ポジションが変わるとねちょっとはぁ、あ、はぁ、あ、ってなります。たくさん声出てるの嬉しい、嬉しい、私も嬉しい、みんなが喜んでくれたらもっと嬉しい。皆さんもぜひたくさん出させてもらうのでどっかで見に来てください。パーサスーゼその頃にはもうイベントも終わってみんなもこう肩の力がこうスッってして顔もねきっと生き生きしてる頃だと思うので元気にねうちを振ってください。よっちゃんさんだるまありがとうございます。研究生公演はちょっとか余計にね、そうなのよ研究生公演はね絶対出れてたけどほぼ
あれですからね、出れるかわからないもので選んでもらえてると嬉しいんですけど、ほんまにそれな、え、めっちゃ使いやすくない、なんか、え、それだよねとかじゃなくて、もういやほんまにそれなってこうなるんですよ。ちょっとね、ギャル、ちょっとギャル入っちゃってるけど、おすすめです。リアルなニャンだ、リアルなニャンではないんですけど、でも猫耳ならありますよ、つけないけどつけないけど思ってますね。これは昔くるみと一緒にコスプレした時に買った猫耳が私の家で眠ってたのをこの後掘り起こしたんですけど、つけませんよつけませんけどありますよ。猫キャットさん、だるま、ありがとうございます。松巻さん、ハート、ありがとうございます。ニコラスさん、だるま、ありがとうございます。ほんま使うなら知らんけども使ってみれば、いや知らんけどもめっちゃ使っちゃいますね私は。でも知らんけどちょっとね怖いかなと思って結構我慢してます。ニコラスさん、だるま、ありがとうございます。星も、ありがとうございます。モンヒラさんも星、ありがとうございます。ちょっと難しいぞ。グラハムさん、だるま、ありがとうございます。エセ関西人、いやそうなのよ、そうなのよ、あ危ない危ない。ニコキャットさん、ハート、ありがとうございます。そう、この間ね TikTok 載せたので、その時にあ、かぶろうと思って、あ、カチューシャつけちゃおうと思って探してきました。で、見つけました。仕事行ってきます。わ、頑張ってください。ニコキャットさん、またハート、ずっとすごいありがとう、たくさんの数を。50巻をちょっと欲しい、一緒だけです、お届けしました。あー嬉しい、ありがとうございます。猫耳お願いします、いつかね。他にあってギャルなの、私は陰キャですよ15日のおしゃべり会、飛行機と取れてると思ったら取ってなかった、終わったら取っていくね。嬉しい、ありがとうございます。編集長さんいらっしゃってる、え、本当ですか、わー恥ずかしい、ちょっと緊張しちゃいますね。はじめまして、村上若菜です。すごいやだ恥ずかしいですすごい、ありがとうございます、来てくださってこんな夜遅くに、ありがとうございます。ジモッティさん、ハート、ありがとうございます。ミンボ団長さんもハート、ありがとうございます。見たいです、やです、TikTok を見てください、恥ずかしいからポンヒラさん、星、ありがとうございます。大阪のタワさんさんもハート、ありがとうございます。参加ありがとうございます。いやいや、こちらこそ参加させていただきありがとうございます。そういうなんか、みんながすごい喜んでる皆さんが、ホーキーさんが来てくださって喜んでますすごい、みんながメンバーが来た時より喜んでるやだ、メンバーの時もそれから喜んでください。今の初めまして、村上若菜ですの初恋をこんにちはか、あれいいですよね。あの、私セリフがある曲めっちゃ好きなんですよ、なんか超可愛いと思って、ね、やっぱさ、まあ、みんなも大好きでおなじみ、あのハートの独占権とか、あのなんだっけな、あれ、なんて言うんだっけ3人でやるやつ、なんて言うんだっけあれ、なんて言うんだったかな、はじめはピンとこなかった、ちょっと面倒な気が、あ、そう、ハート型ウイルスとか、そういうのちょっともうさ、ずるいと思って、好きに決まっとるやんみたいな、そんなん好きになっちゃうかと思って思いますね。マシンガントークしないの、話題がね、テンションが上がってきたらね、話題によりけいです。やっぱちょっと盛り上がりきれない話題はありますよね、ちょっと気使っちゃうぞみたいななんでみんな来たってわかるの、なんだろう、アバターとかを見つけてくださってるのかな。そう、すごいかわいいアバターももこさん、ハート、ありがとうございます。すごい、あ、6位だって、すごい、ありがとうございます。パチ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 、ちょっとね、私は緊張するとあの口数が減り、猫がかぶってると言われてしまうのがたまにきっですね。あのさ、なんだっけ、昔のさ、よかよかでさ、あのさえさんでやった時にさ、私がすごい緊張しててさ、あんまり上手にさおしゃべりできなかったら、コメント欄にすぐ猫かぶってる、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 いつもこんなじゃないです、いつもこんなじゃないですってみんなが言っててさ、言わんでえってって思って、いいの、ちょっと
言わないでよと思って、すごい言わないでよと思って思ってました。ずるいよずるいのセリフを内閣すぎて、いやめっちゃわかります、めっちゃわかる。もうそういうのも胸をうってなりますね。みんながもうすぐ猫かぶってるっていうの、そうなんか若にゃんだけにねとか言って、いや言えて言えてみたいなええよそんなこと言わんでわざわざと思ってこんぶちゃんさんハートありがとうございます。そうちょっとやめてよと思って、恥ずかしいじゃんと思って、そういうこと言わないのって心の中ですごいね、あの言ってますね、あの時は。でもすごい、あ、いつもこんな感じだと思うんですけどつって、でもその時は普通なのよ、だからいっぱいいるの、私が多重人格者だと思ってほしいのね。わかにゃんできねえね、どや、マジ絶対みんなドヤ顔で撮ったよ。いや猫かぶってやってみて、わかにゃんできねえね、もう絶対みんなドヤ顔でニヤニヤしながら撃ってました。もうみんなの顔が見えたもん、ニヤニヤしてる。大阪のターさんさん星ありがとうございます。だるまもありがとうございます。そうだし罰ゲームがもうちゃんと厳しいからね、なんかすごいアイドルがやる罰ゲームなんだからさ、なんかすごい別に私もしたくないけど燃えゼリフーとかでいいじゃないですか。ちゃんと結構きつい罰ゲームするじゃん、変顔でとか、ええ思いましたね。いぶきとのさやつもさ、あんな頑張ったのにさ、すっごい粘って超頑張ったのにさ、結局失敗してさ、本当にご褒美もらえなかったのあの時ね。某あーんくんのあのギフトカードだったらしいんですけど、某ね、あのセイレーンがモチーフのところの、めっちゃ欲しかったなと思って。でも無理じゃん、50、50、50、50みたいな、15、15とか、15は55歳になっちゃうね、50、50無理に決まっとるかと思って。バチオコ結構私言ったよ、スタッフの人とに、いぶきと二人で、え、これは無理ですよねって言ったら、いや、二組出てるんでって言って、無理だよっつってそう、孔明さんだるまありがとうございます、ね、無理やんな、やっぱ無理やったし、すごい頑張ったのにな。なんか付き合うならキャベツと白菜どっちがいいとかは結構言ったと思うんだけどね、いいとこついたと思ったけど、あれはね案を出してて、あれも全部ねスタッフの方に聞いて半分くらいだったやつを採用したんですよ。だからうちらはその先にさリハとかして終わった後の休み時間みたいな時に大盛り上がりですよ、多分史上最高に盛り上がったと思う。付き合うなら三角定規とコンパスっつっても、もうマネージャーさんとかも結構ノリノリでさ、いやそれはコンパスでしょとか言って言ってきてくれて調節したのに、惜しかったね、大好きだった。いぶきの「まるまるさんねえねえ入れて!」とか言って「みんな入れないで!」とか言ってずっと怒っててマジでめっちゃ面白かった、笑い止まらなかったもん。大阪のターさんさん、タコありがとうございます。ラムさん星ありがとうございます。ヨシボウさんハートめっちゃたくさんありがとうございます。そう結構ねスタッフの人もね、そちらのスタッフの方とかも結構ノリノリでさこう教えてくれて、でも一緒にさ考えたのに全然ダメでしたよ、ショック。なんだったんあの努力みたいなそうって思って、すごい私はかなり傷つきましたね。はい、明日の予定は次の枠で決めるの、明日は結構時間あるくらいですかね、結構時間があれな気がしますね。明日は午前公演なんです、久しぶりですね午前公演は。この終わりのハイテンションですね。みんなはね私のテンションをすごいいつも気にしてくれますよね。握手会では一時期ねすごいいつもねテンションが低いと怒られていた私ですが、こんなに元気になりましたよ。ヘタッピさんありがくまです、くまありがとうございます。なん
かさ、ここに座ってたらさ、ずっとこう前かがみになってるから肩がすごいこう何出てきちゃって、終わったらね、ここのね二の腕のねこれをしてるんですけど、そうすると二の腕の筋トレにもなるらしくて、みんなにもおすすめです。ここのね肩幅肩甲骨の可動域を広げるんですよ、こうやってやって痛い、結構痛いです。はい、これをね皆さんもぜひやってもらって、ええ、おすすめですよ。結構ちゃんとはーってなりますとかいっぱいあるんですけどね、これを後ろで手を組んでこれを上下にこうやったりとか、マイケンヤンちゃいます。それを前回しじゃなかったでしたっけ、このわかる、この手を後ろに組んでこれをこうやってやるの、これをすると結構肩甲骨が締まって、あのなんていうかすごくいい感じになります。わかんないですけど、でもなんだろう、四十肩とか五十肩とかそういうのには効くのかちょっとわかんないですけど、スマホとかのせいでね姿勢が悪い人には全員おすすめです。時折プランクしながら配信みたいに眠気を覚ましてます。あ、眠気を覚ましてるね、それはすごく素敵ですけど、びっくりした、そんな筋トレおバカなのかと思っちゃいました。白飛び、いやん服が黒いからだわ。そう、マッサージに行かないとね。そうだね、したいわ。さっき2列目だったんだけど、うちわとボード可愛いって言ってくれてありがとう。うちわとボードも可愛かったし、お顔もとっても可愛かったし、お洋服もとっても可愛かったね、とっても素敵、来てくれてありがとうございます。楽しい声になったかしら。プランクしんどすぎて2秒で終わる、いやほんまにそれな。言わせてもらって、いやほんまにそれな、私ほんとにプランク苦手で、ぶっちゃけあの結構早めに挫折してます、いつも。ああ無理だって、プランク眠気覚めない。私だってもう疲れてもふぇーってなっちゃう、ふぇーってなってあ寝てたってなっちゃいそう。すごいな、あれで見てほしい。じゃあ次は皆さんはあの空気椅子で見てください。竹広さんハートありがとうございます。おやさんありがとう、持っていくね、おありがとうございます、お待ちしてます。キャーイ、連れのケーキ打ちにクイズとかにかかったね、すごかった、みんながいたの。最初はいぶきだけだと思ったのね、いぶきがいっぱいいるんだと思った、いぶきじゃなかったんです。みんなでうわいぶきだ、いぶきじゃないってなったの、面白かった。語気がね集まってるとうるさくなっちゃうんですよね、ついつい。プランクとはプランク説明しにくい、ぜひちょっと調べてみてください。大阪のターサさんハートありがとうございます。片手片足のスプランクいっちゃきつい、いやめっちゃそれな、いやほんまにそれな、横もきつい、腹斜筋とかいう感じのところをね鍛えるらしいんですけど、あの横向くプランクって、えマジ意味わかんない、もうなんかもうなんか顔ずっとこれ、劇場スケジュール出んのやがガチ切れ、えあああれ以降ってこと、9とか8とか7とかそこら辺以降ってこと、いつ出るんやろ、私もわからん、私もいつ自分の声なのかちょっとわからん、いろいろあるんだよ。大人の人も頑張っているのさ。よし、ランキング読みます。はい、13位竜巻さんありがとうございます。12位ジモッティさんありがとうございます。11位ヘタピさんありがとうございます。10位コンブちゃんさんありがとうございます。9位コウメイさんありがとうございます。8位ヨシボウさんありがとうございます。7位ニコラスさんありがとうございます。6位アオキーさんありがとうございます。あ、そう、ちょっとひいきしてて伏せました。5位ネコキャットさんありがとうございます。4位キーさんありがとうございます。3位ポンヒラさんありがとうございます。2位大阪のターサンさんありがとうございます。1位がラームさんです、ありがとうございます。パチ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 、どうも皆さんありがとうございます。公演終わりで疲れている方もいるでしょうが、見に来てくださって嬉しいですけど、皆さんもね寝てくださいね。ただみんなこの人この期間で人生分出てくださいねって言われることになると思う。あと2日頑張ってくださいね、ありがとうございます、頑張ります。お優しい、マジでみんなはきっとこのね配信とかで一生分の寝てくださいって言われると思うんだけど、いや本当に寝てください。私毎回言っちゃう、みんな寝てねって。
心配やもん。みんな健康でね。これで風邪ひいたとか私は嫌だぜ。我が家も寝てね。いやめっちゃ寝る。さすがにそれはめっちゃ寝る。と今日は今日じゃなくて今回は22時半からすごい変則的でしたけど、今日は来てくださってありがとうございます。1位2位3位、ラームさん間違えて名前呼んじゃった。なんかやっぱ私はね、書いてる時にどうしても書いてることを言っちゃうし、言ってることを書いちゃうんだよな。これはね直したいですね。オッケーなんだ。はい、今回の枠の上位3位の方々はこの方たちでした。ありがとうございます。ありがとうございます。他の方も見に来てくださってありがとうございます。次は23時31分から24時までやりますので、ぜひ遊びに来てください。終わったら寝てください。すごい、あ、青木さんも見に来てくださってありがとうございました。すごい恥ずかしかったですけど嬉しかったです。じゃあ皆さんまたお会いしましょう。ありがとうございました。猫キャットさんのタコありがとうございます。はい、そのためにまだチョコ美味しい。まだ食べてない、もったいなくて開けれてない。メッセージ隠す、まだ開けてないです。メッセージ書いてくれたの、でもこれは秘密秘密にします。ヘタッピさんもハートありがとうございます。大阪のタッソさん星ありがとうございます。だから私多分今野球やったら絶対あのボール、デッドボールは見逃しできると思います。あれは動体視力なのかな。ニコラスさんハートありがとうございます。タカさん星ありがとうございます。佐藤勲さんも星ありがとうございます。そう、あうお今私はね書いています。なんかできるだけいつものやつから崩さない方がいいかなと思ったので、基本いつものやつをベースにそこから無理なところを省いていく方式で組んでます。ラームさんハートありがとうございます。大阪のターサンさんもハートありがとうございます。ヘタッピさんもハートありがとうございます。孔明さんもハートありがとうございます。すごい、あの見逃せて呼ばれてないぞって思ったらあの遠慮なく言ってください。本当にこれはでも正しいのかなってちょっと不安なんだけど、1,2,3,4,5,6,7,6,18、はい、明日はこんな感じにしようかなと思っています。フォローしました、うわ嬉しい、ありがとうございます。伊藤駒さんハートありがとうございます。明日はこんな感じにしようかなと思っているのでしょ、思っているのですがどうでしょうか。ただしさんハートありがとうございます。ニコラスさん星ありがとうございます。どうかな、どうだろう、ここはちょっとやめた方がいいんじゃないっていうのとかありますかね。どうなのかしら。伊藤駒さんもハートありがとうございます。ななみーさん星ありがとうございます。どうかしら、特に言うこともなしでもすごいね、全部さ時間は合ってる、サブ68だからこれでいいかな。ここはさ1分ずらせば枠が更新できるんだよね、今回みたいに。だからここ1分ずらせば3週1週3週1週3週3週かな。でもこれ以外の時間は多分できないと思うから、ちょっとすみません、変則的というかちょっとあのあんまり効率は良くないかもしれないんですけど、これができる精一杯かなと思うので、じゃあこれで皆さん明日はよろしくお願いします。これもね後でツイッターに載せるのでぜひチェックしてください。よろしくお願いします。言動さんハートありがとうございます。明日がフルでできる最後の日なんですよ。すごくこんなね一生終わらないと思ったのにすごい意外とあっという間に終わってしまいそうで焦りを覚えています今。皆さんもねありがとうございました。もう
明日あと2回だよ、早起きを、配信のために早起きをするのは。そう、またありがとうございましたまだちょっと気が早いけど。ニコキャットさんも欲しい、ありがとうございます。でも、はい、公演もねあるから時間がこう思ったように組めないんだけど、でも公演はすごい私的には元気になれる時間だから嬉しいですね。なんだろう、やっぱイベントもすごい大事だけど、やっぱり根本はお仕事だと思うのでね、手を抜かず全力で出ると思います。今日はすごい頭をね振ったんですけど、すごいねなんか頭振ってんなと思いながらやってました楽しかった、息楽しかったですね。竜巻さんだるま、ありがとうございます。ももこさんハート、ありがとうございます。そう、あとこれはちょっとね、あの関係ない人がほとんどだと思うんですけど、ちょっと一応話さなきゃなと思ったのは、あのさっき愛理がツイッター載せてたんですけど、なんかすごい悲しいことを送ってる人がいるということで、まあ、その人がね今この私の配信を見てくださってる方の中にはいないと信じたいし、そう思うけど、でもなんか誰のファンの人なのかなとかそういうのも考えたくないから、ちょっと一応もしかしたらと思ってあの言っておきます。あれだけじゃなくて他の人にもね言わないでほしいんですけど、あのなんだろう、すごい根本は自分の応援してる子にもっと頑張ってほしいっていう情熱からだと思うんですけど、その情熱を間違った方向に使ってほしくなくて、今回みたいな、今回っていうかこの愛が言ってるようなことは情熱の使い方としては間違ってます。あのなんだろうな、低い誰かを落としてその代わりにって言って上位とかいいポイントとかいうのを目指すのは間違ってると思うし、なんだろう、お互い切磋琢磨し合ってという形であの高みに登っていけたらなって思うし、何よりそういうことをするとその人のね応援してる子にも悪影響になっちゃうと思うから、あの今ここにもしねこういうのを書いてたり送ったりとかした人がいたらちょっと謝ってきてほしいです。でも皆さんはきっとそんな人じゃないと私は信じていますけど、これからもねちょっとなんかいやいやと思っちゃうこともあるかもしれないんですけど、やっぱ人間対人間なんで、でもそういう心は持たないでって言ったらやっぱ心だから難しいと思うけど、できるだけ持たず、少なくとも絶対に言わず、ちょっともやっとしてもみんなの心の中だけで抑えておいてくれたらいいなと思います。そしてそういうことを書き込んだ人の人生も良くないと思うので、私的には後悔する日が絶対に来ると思うんですよ。苦しいと思うから、だからやめましょう。皆さんももしかしたらそういう風に受け取られるのではないかという風な発言は気をつけていただきたいですね。はい、楽しいイベントにしたいので、私たちはね別にバチ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 してる仲の悪い3人じゃなくて仲良しの3人だから、仲良しのまま終わりたいのでご協力お願いします。でもみんなが応援してくれる気持ちはめっちゃ嬉しいから、うん、いい方向のに情熱を持ってって使ってってほしいなって思います。私もね誰かを傷つける発言はしないようにより一層ね気を引き締めようと思うので、皆さんも一緒に気をつけていきましょう。はるかいさんだるま、ありがとうございます、うん、これはねちょっと一応言っておきたかったですね。悲しい思いをしてほしくないからみんなに。そうなんです。ヘタッピさんタコ、ありがとうございます。チャッピーさんハート、ありがとうございます。そうなんです、ちょっと重いのでお話はこれで終わり。ニコラスさんだるま、ありがとうございます。かわいい、みんながはいって言ってるえらい、みんなかわいいねみんなかわいいね、はいって、いい子いい子。コウメイさんもハート、ありがとうございます。飲み物飲みたい。もう今日の公演はさすっごい楽しくて、なんかさ
アンテナのじゃんけんってさ、誰かが負けるじゃないですか。間違えちゃって私と変えてあれみたいな、あれあれあれってなっちゃいましたね。と、大阪のトースターさん星ありがとうございます。ネコキャットさんもだるまありがとうございます。すごい、ラームさんもハートありがとうございます。チャッピーさんずっとハート投げてくれるありがとうございます。皆さん本当にありがとうございますです。本当に本当にありがとうとしか言えんこういう時コツをどこに置いてきちゃったんだろうって思う私は。中さんも欲しいありがとうございます。そうやっぱ初日は緊張がすごく勝っちゃってて、もうドキドキしちゃってて、大丈夫かな大丈夫かな、あ失敗しないかなって不安だったから楽しみきれなかったんだけど、今回は結構すっごい楽しくて、今日ねるちゃんとじゃんけんした DM でも映ってなかったと思うんだけど、いやもうめっちゃじゃんけんしました。でもあの全部愛子でしたね。ええこういうこともあるよね。すごい、猫キャットさん、大阪のダーサさん、チャッピーさん、ずっと投げてくれてありがとうございます。ありがとうございます。そうずっと愛子だった後半はもうどうしたらいいか分からなくてなんで愛子なんだろうと思ってずっと愛子だったの。私たち仲いいってことですかね。キャッ、もう一列になった瞬間かねねさんのこと見てました私はねねさん凝視ずっと見てた。めっちゃ私もドキドキした、ね、みんななんかすごい緊張が移っちゃったかなと思って私のゆうぞうたまさんハートありがとうございます。そうもう後半え、なんで愛子なの、また愛子だ、うわまた愛子だってなってすごいですね。夜配信テンションが高いです。へへ、ビーバップ団長さんハートありがとうございます。ゆうぞうたまさん、チャッピーさん、ずっとハートたくさんありがとう。そうみんな指紋大事にしてね。みんなの指紋は大事だよ。指紋を心配する女。今日はね、見てわかるかな、カラコンがいつもと違うんです。ていうかいつもはカラコンをしてないんですけど、カラコンをつけました。可愛くない、お目目がクリッとなるんですよこれは。そう今日初めてつけたのこのカラコンはね、すごい緊張したんだけど、ちょっとカラコンをしてみました。公園だったのでね、なんかさあれなの、ここ配信の時目がさこの半分くらいしか開いてないから、これ半目だからさあれだけど、ちゃんとしたらお目目をちゃんと開いて公園してるんですいつもは。でもあんまり気づかないと思う、色を変えるとかじゃなくて、これは結構クリッと、私は縁が欲しかったから縁あるのを買ったんですよ。かわっちいでしょ、やっぱカラコンは可愛いですね。カラコンの魅力に取りつかれ女なので私は。気づかないよ、いやそうよさすがに、逆にカラコン変えたって言われたらちょっとびっくりした、へーってなった。さっきツイッターとかにアップの写真載せたから、あれではね気づく人もいたかもしれないね。猫キャットさんだるまありがとうございます。ゲンドウさんもハートありがとうございます。伊藤ゴマさん星ありがとうございます。今ここに手元にあればいいんだけど、ちょっと待って 10秒取ってくるから一瞬待って。はい10秒で帰ってきましたよっと。猫キャットさんだるまありがとうございます。チャッピーさんハートありがとうございます。可愛い子がカラコンするともっと可愛くなるね、嬉しい、恥ずかしい、嬉しい、恥ずかしい。ジモッティさんハートありがとうございます。こんばんは、こんばんは。すごいリノニャンになってる、これデレデレしてますね俺と10秒ちょうどくらい、そりゃそりゃそうやろ、そらそらそうそうそうやろ。私はこれですね、エンチュールというやつを使っています。
ていうのを買いました。エンチュールのリトルアメリー、可愛くない？カワチなんか白推しみたいなのがあって可愛いです。形がサイズも小ぶり。チャッピーさん、伊藤ごまさん、すごいたくさんのハートありがとうございます。カイトなので愛知からご賞盗んできました。ハートも盗まれてきてくださいアーリー今日警官の格好してんの、ちょっとさすがにびっくりだった、えって送っちゃいました。こんな感じ、中身これよ。公園メイクとかアイライン長いのかあるのかなと思ったらカラコンが違うのね。確かにアイラインもちょっと長いですね今日。赤には今風の顔で可愛すぎ、江戸時代にいない顔。でも私結構なんか昭和顔って言われるんですよ。なんか昭和のアイドルさんに似てるねって言ってくださることが多くて、私あのすごい嬉しくて、ええほんまほんまですかみたいな、さすがにちょっとそれはいや嬉しいですねみたいな、ええ本当にいいですかって思うんですけど、そうなんですよ、それ言われること多いです。チャッピーさん、タコもありがとうございます。ハートもめっちゃたくさんありがとう。すごい見たよ、なんかハートをたくさん打った方が効率がいいって言ってたくさんやってくれるんだよね、ありがとう。オタク始めて女性もののアパレルブランドはだいぶ覚えてきたけど、メイクのメーカーとかは全く覚えきれん。あー何だろう、じゃあ好きなアパレルブランド教えてください好きなアパレルブランド教えてください。昔我が家のお顔和風洋風問題で着るのが白熱した記憶。私は結構和風だねって言われることが多いですね。元老さん、だるま、ありがとうございます。伊藤ごまさんもだるま、ありがとうございます。ラームさんもハード、ありがとうございます。フォローしました。今までしてくれてなかったのでもこれ間違えて押すこと絶対あるよね。これですね、いぶきに今日はね初めてのカラコンつけるよ、いぶきの生誕だからって言ったら、なんで黄色じゃないとって言われた。いや黄色つけるかと思って、つけるわけないやろと思って言っときました。さすがに黄色やばいやろっつって危うく私黄色のカラコンを強制させられるとこでした。別にさコスプレとかするときだったら全然いいけどさ、いや公園で黄色だったらもう全員びっくりしちゃうな。え大丈夫かな、んかちょっと疲れてるかなって心配されちゃうと思う。大阪のターソンさん、だるま、ありがとうございます。チャッピーさん、ハート、ありがとうございます。個人的に最近ナイスクラップ気がち。え、わかる、ナイスクラップの良さやばいよね、サナちゃんって感じ。でも星野源なんか押した、わかる。好きなレディースブランドと聞くれいい回答が思いつかず。中さん星、ありがとうございます。ニコラスさん、ハート、ありがとうございます。チャッピーさんもハート、ありがとうございます。私はね何が好きかな、今日の服は、あ、じゃあちょっと今日の服紹介していこうかな。今日の服はこれが、上の服がキルシーだっけ、韓国のさくらんぼのやつが可愛いところの、見て可愛くない、うさぎさんが描かれてる T シャツです。なんかちょっとあの二の腕とかもぴったりしてて、丈も短いんですけど全然映らないですね。このうさぎさんが可愛くて、あの日に買いました。9点の目代わりの時に買いましたで気に入ってるけどあんまり着てないですね。なんかこれお腹が出るから、お腹が冷えないようにしないとダメなんです。そう、なこさんがコラボされててすごいちょっと運命感じました勝手にそう、誰々に着てほしいみたいなのあったりするかも。めっちゃわかる、なんかさこの服見てさ、これ誰々の服だなって思うことめっちゃあるよね。そう、剣道さん、だるま、ありがとうございます。猫キャットさん、ハート、ありがとうございます。みんなありがとう。うさぎさんかわよ、マジそれな、いやほんまそれな、はい来ました、ほんまそれな、ほんまそれな、超かわいい。うさぎさん白飛びしないで、うさぎさん、うさぎさん白飛びしないで、かわいい、かわいいんだけど。ズボンは痛い、足がポキっていった、映んない、映った、自由マジやばい、声が台が高すぎて映んなかったの、足が、足はよいしょ、泳ぎ悪いです、あ上がらない、足が上がらない、えい、 GU です GU で買ったなんか
全身真っ黒クロスケ女でした今日は。そう、まあ、やっぱね公演の日とかはこういう動きやすい格好で行きがちです。キルシー特殊拳銃ない、いやいやほんまにそれな。でもねお洋服ブランドは結構難しい名前が多いですよね。だからこそ可愛いんですけど。チャッピーさんタコありがとうございます。ウサギモガニも可愛いです。嬉しい、ありがとう。ゲンドウさんだるまありがとうございます。ウサギの T シャツ可愛い、いやほんまそれな。はい来ました。はい1日10回言うでおなじみほんまそれな。オリーブでオリーブのでの部分とか、えオリーブでオリーブのでってって普通にでって書いてない。私はねお洋服好きなブランドはですね、知ってる人がいたらあ知ってるって言ってください。読み上げますよ。アンジービー、マノン東京、アンドロッティ、エピヌ、ユルリリー、ハニーミーハニー、プレティーバセルフ、そうめっちゃあれにしちゃった発音良すぎちゃった今一瞬ゆっくり Yourself ね。コンメイさんだるまありがとうございます。他のと同じお洋服たまたま持ってることは一緒に合いそう。嬉しい、お揃いやん。みんなお揃いしてどんどん、私お揃いしてほしいタイプ、自慢するから私ずっと服買ったらキティ&コー、リル、ロディスポット、ジルバイ、バブルス、ダズリン、ロジータ、ハニーシナモン、メルトザレディ。なんか英語多いね。私の発音が時々めっちゃいい時があって恥ずかしいんだけど。サンキス、メリージェニー、イータミー、アンミール、ハニーシナモン、ハーリップトゥ、ANK、アンクルージュ、エブリン、あ、エブリンのさっき言った気がする。フィント、ジュエティ、スナイデル、ナイスクラップとかそこら辺が私の、なんかリストっていうか、お洋服を、探したいときはここを見るんだっていうメモ帳に書いてあったやつですね。実は地味にお揃いしてる。嬉しい、ぜひ報告してお揃いしたら買ったぞって。アンクは結構みんな好きよね、可愛いやろ。すごいみんな分かってくれない、ショックショック。アンジュビーの原宿じゃなくなっちゃうのかな。いや本当にショックよ。あそこはさ、しかもあれもなくなっちゃうじゃないですか。あーとレベッカお向かいさんだよね確か、そこら辺ってなんかしょんぼり。そう、3個くらい聞いたことある。それは素晴らしい、お猿さんみたいな拍手の叩き方しちゃいました。後半分かるの多かったかも。おー素晴らしい。皆さん、私がねインスタでタグ付けてるところが私の好きなブランドさんなので、今のは全部継承略で指定します。全部1、3つけてたらちょっと聞き苦しい気がするから、私のインスタをねぜひ頑張って更新するんで見てくださいあとザラとかも行くね。ザラ GU とかは意外と行きますね。そうよ、なんか私がタグ付けしてなかったら昔載せたってことなんだけど、全然これどこの服って聞いてくれたら答えます。私それ聞かれるのも嬉しいので、もう自分の持ってる知識は全部人にひきらかしたいタイプだからスタイルいいよね、本当にありがとう。この期間でワガニャにハマった。本当ですか、それはかなり嬉しい。私の目標達成してます。スワンキスくらい甘々な感じの見るとアドルって感じね。結構頑張らないとダメだよね。私もね昔は大好きでよく買ってたんだけど、ちょっと最近勇気を出さないと買えなくなっちゃいました。コンメさんハートありがとうございます。この前若ちゃんが着てたグレールの白いシャツ、あそうグレールも好きだ、あれも私の持ってるね、言ってくれたよね、ありがとう、嬉しい。おそろっち、あれ確かリーコもおそろっちなんだよそう嬉しいよね、お揃いはねなんか嬉しくなっちゃいますよね。グレールはね安いから最高だよ、やっぱね安いのはいいですよね。私は結構通販サイトというか通販でしか売ってないやつとかもすごい好きなんですよ。でもなんかちょっとやっぱ勇気がいるから買うのに、だから手を出せずにいるんですけど、みんなわからない人はね私のインスタを見ては勉強してください、よろしくお願いします。もう次の配信の時にわからないって言ったらみんなグーでパンチしますからね、バンって
ジモッティさんハートありがとうございます。はい、じゃあランキング読もうと思います。13位ラームさんありがとうございます。12位コウメイさんありがとうございます。11位トリッピーさんありがとうございます。10位ハルカイさんありがとうございます。9位ゲンドウさんありがとうございます。8位ジモッティさんありがとうございます。7位ニコラスさんありがとうございます。6位ヨシボウさんありがとうございます。5位トーガマさんありがとうございます。4位タカさんありがとうございます。3位ネゴキャットさんありがとうございます。2位チャッピーさんありがとうございます。1位大阪のターサンさんありがとうございます。拍手拍手。紙がない、紙あった。皆さんありがとうございました。今日も一日、今日も一日かわいいパチ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 。皆さんありがとう。あと2日だね。もうあっという間だったね。もう1週間が平日が終わり、明日から土日ですね。今日の最後の枠だから23時31分からの回です。すごいこの期間でみんなが仲良くなれた気がするけど、でもまだあと2日あるから、もっともっと仲良くなれると思うから、もっと仲良くなって、もっとね私のことをぜひ好きになっていただけると光栄でございますよ。皆さんよろしくお願いします。今日全然メール送れなくてごめんなさい。なんかバタバタしてた、結構時間がなくて。明日ね、送れる時間にめっちゃ送ります、頑張ります。そう、なんかね、よいしょ、できました。はい、今回の枠の1、2、3位の方々はこの方たちです。ありがとうございます。ありがとう、イエーイ、ありがとうございました。他の方もたくさん来てくれたり、星とかギフトとかコメントとかたくさんありがとう。もう本当に皆さん一人一人のね力がとても支えになっているので、これから先もよろしくお願いしますね。とってもありがとうみんな。いやー、なんかね、でもあの角がね丸くなったって私言われたんですけど、なんか私自分でもそう思うわそう、なんだろうね、なんか我慢できない部分があったんだけど、昔はこれ間違ってる、これは違うぞっていうのをねどうしても言っちゃってたんだけど、昔はもうなんかなくなってきました丸くなったみたい、嬉しいよかった。この先もねトゲをどんどん減らして、あ、いつかは点になっていこうと思いますなんかすごいみんなにさ、メンバーが見てくれた時になんか見に行ったら怒ってたんだけどってすごい言われてたんだけど、もう怒らなくなりました、大人になりました恥ずかしいんだけどマジ子供だったなって思います。でもみんなも変なことは言っちゃダメだよ、私は怒っちゃうからね、でも結局怒っちゃうから。そう、メンバーから若野の配信見に行ったらなんか怒ってたんだけどって本当に恥ずかしい、怒ってないんだけどね、そんな怒ってはないんだけど、指摘する部分はあったからですね、丸くなろうと思います。明日はこの枠でやります。皆さん来てください。おやすみ、ありがとう。今日も